んにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日の動画は大人のおしゃれ手帳5月号通常版1180円、ズッカ折りたためるビッグボストン、大人のおしゃれ手帳5月号増刊版1300円、スーパーハッカー花柄巾着付きカゴバッグ、インネット5月号通常版1080円、スヌーピーハウスキャンバス調保冷保温バッグ、インネット5月号増刊版1150円、スヌーピー保冷保温バッグ2個セット、ステディ5月号通常版1060円、ミッキーマウス大人のおしゃれ系腕時計、ステディ5月号増刊版1350円、ミッキーマウスアラーム機能付き置き時計、インデル5月号通常版1200円、リサラソンマイキーのハウス型収納ボックス、ビジネカ5月号840円、キルスチュアートのマルチコスメポーチ、アイラ5月号920円、綺麗なガーメントバッグ、恐ろしい雑数だで。以上本日は12345678デ9冊開封していこうと思います。いや多い。まずは皆様自粛中いろいろ大変やね、お疲れ様でございます。私はというとですね、生活的にはやっぱりほとんど外に出ておりません。で今回本の購入宝島チャンネルさんで購入しようかとも思ってたんですが、私ねネットスーパー頼んでるって言ってたやん。そこで飲み物とか食料とか割と調達してたんですね。なんですけど、まあ私の地域だけかもしれへんけど、ペットボトル飲料っていうのが配送がストップになってしまったんですよ。なのでそういうのの買い出しがあるということで、この折にねこれ雑誌買いに行くのね。一応さ、今ってそんなむやみに出かけん方がいい時期じゃないですか。が夜中に行きました。私購入してるのは割と大きなコンビニなんですけど、お客さんゼロでございましたね。まあ私は購入するときはそういう時を狙ってね購入しようかなと思うんですが、なので皆様におかれましては、もしご購入をお考えの場合、もう見て楽しんでいただくだけの場合はねそれでいいんですけど、もしもご購入をお考えの場合は、最近ネットで Amazon とか宝島社チャンネルとかいろいろありますので、そういうところでご購入される方がいいんじゃなかろうかと、まあ私自身もね思っております。あとね、まあこんな時期やから雑誌の開封してる時期じゃないんじゃなかろうかと思ったりもするんですけども、まあ私の場合はこれをずっと続けてきたことですので、ここはやり続けていくと。ね、もう全然需要がなくなってもとりあえず気向いてね見に来ていただいた時に、まあ、常に何かしら最新上げてますよっていうチャンネルでありたいので、こんな感じのチャンネルでございますけども、この調子でねこちらのチャンネルは続けていこうと思います。またちょっとこの動画長くなるのであれなんですけど、もちろんのこと取り上げてないムックが今んとこ6冊7冊ございます。皆様からリクエストいただいたムックとかもねもちろんございますので、そちらも近日中にお出ししようと思いますので、よろしければねご覧いただけたらと思います。あと前回の動画についてねコメントもたくさんいただいておりましてありがとうございます。このさ動画多分すごく長くなるの、9冊だぜ、やばいでしょ。だからね雑談コーナーにまたあの皆さんからいただいたご意見のねアンサーであったりとか、まあ、今の状況であったりとかね、この対策が合ってるか否かの解説であったりとか、そういうのもお入れしたいのですが、すごい長くなっちゃうと思うから、まあ別動画か何かでちょっとね編集は簡易になってしまうかもしれないんですが、時事ネタの場合早く出さないとちょっと意味なかったりするじゃないですか。まあそういう部分もあるので、また多分そちらは別動画で何かしらお出ししていこうと思いますので、よろしければまたご参考にしていただけたらありがたいです。もうさ9冊だぜ。だからえげつない量を開封していくのですが、まあさすがに量が多いのでね、まあ、ちゃちゃちゃーともう今すでにいけてないっていう噂やけど大人のおしゃれ手帳さんでございますね。ズッカさんとスーパーハッカさん、こちらの花柄のカゴバッグが気になるでーっていう方も多かったです。ほんまさ、でもこの開封動画しとって本物思うねんけどさ、もう皆様からのコメントであったりとか、今の状況か考えたらほんまに動くどころじゃないんだけどね。ただでもね、まあ、これが私の基本でございますから、そこは貫いていく。はい、そしてステディだよ。こちらのフェイスデッカメミキちゃん時計と置き時計でございますね。こちらまたあれか、時間の狂いがないかとかまたチェックしていきましょうか。はい、でインレットさんでございますよ。これ保温バッグ祭りになるのかな。またおうち型の多分バリバリついてるやつだね。なんか形的にはすげえ可愛いんだよね。でもね、あとこちらでございます。ペットボトルケースがこの形が好き。なんかちっちゃいボストンみたいで可愛い。でもってリンネルさんなんですけども、増刊版が発売中止になりました。で、特別号っていうのが多分出てると思うんだけども、そちらに関してはコンビニでの発売っていうのがされてなくて、まあ私の地域だけかもしれないけど、本屋さんに行けば多分あると思うのだけども、なんせ夜中行ったもんで本屋さんはちょっと行けてないのよ。またね、追加購入できましたら別の動画でお知らせいたしますので、今回は通常版のみということで、マイキーのハウス型収納ボックスということで、さっきのね、保冷保温バッグとすごい似てるんだけども、まあ
お部屋の中をポップにってやつよね。もって美人百科さんバイラさんでございますね。美人百科さんのジルスチュアートのこのポーチに関しては本来は4月号の付録で付いてた分なんですけども、まあ工場止まっちゃって的なことで4月号には付かず頑張って5月号に付けてきてくれております。まあ、840円っていうお値段もね素敵でございますね。もってバイラさんはイエナのガーメントバッグ、なんか巾着がピューって付いてる感じのバッグなんですけども、バッグっていうかまあコスメポーチみたいな、まあでかさがどのくらいかっていうあたりでございますね。本当に繰り返しになってしまうんですけども、今のこの状況下で、まあ、雑誌付録なので比較的皆さんがお求めやすいものだとは思うんですけども、言うてその生活に絶対必要なものというわけではないやんか。そういうものの動画を撮るっていうのはね、ちょっとどうしたもんかなと思って、ちょっと自分の中の葛藤もありね、ちょっと遅れてしまって申し訳ない部分もあったんですが、まあ雑誌でこれ以外にも山のようにムックを購入しています。なので、まあ、そちらに関してはねまたわけわからん冊数でお答えすると思うんですけど、長なってごめんね、もうこれ分けたらよかってんけど。ただまあね、皆さんのコメントでねよくいただくのが、もちろん自粛ではあるんですけども、こういう YouTube を見てちょっとパーッとした気持ちになったりとか、そういう意味でもね、まあ、購入品紹介になるんだけども、まあ、動画の意味あるんじゃないかなみたいな感じのコメントもいただいて、ここに励まされておりますよ。本当にごめんね、なんか大変な時期にお気楽な動画出しますけども、まあでも私の本来の目的は一動画一クスッとしていただきたいなという気持ちのもと動画撮らせていただいておりますので、そちらを貫きつつね、今後も変わることなくやっていこうと思います。まあ、なので本日はねこのような急速開封、ちょっと重くなってごめんなさい、長くなってごめんなさいなんですけども、このようなラインナップでお届けしようと思います。まずはこちら、はい、大人のおしゃれ手帳さんでございます。通常版、なんかね私個人的には13日爆弾って呼んでたんですけど、13日にさ、あの発売延期したやつが発売されるっていうのが割と多かったんですよ。今回に関しては6冊7冊か発売されたのが7冊ですね。その前日か前々日かにバイラさんと美人百科さんやってんけど、それを別で撮ろうと思ってたんだけど、ちょっと葛藤があったのよ自分の中で。このご時世に雑誌付録っていうのがどうしても引っかかってたんで、なかなかねホイホイと撮影しようという気持ちになれず、でズルズルしてしまった結果また止めるというねことになってしまったわけでございますよ。なのでね、個人的にはね、ただでさえ13日爆弾なのにさらに冊数が増えてしまうという、そしてムックも山ほどございますので、鬼のように開封していく日々でございます。はい、こちらズッカさんの軽い撥水折りたためるビッグボストンということで、買わない時は畳んで収納、なんかね位置になんかチャックらしきものがついてるんだわこれで、そのバッグにチャックが直接ついててちっちゃく折りたためるみたいな形のものじゃなかろうかと推測する。ベージュのバッグなんでね、あんまりこうシワ感が目立たない素材感やったらええのになと思うところでございますよ。中身はこのぐらいの大きさでございます。ズッカって書いてあって、まあ、雑誌と同じぐらいかな、ほぼ同じぐらいの大きさでございますよ。重さはねそんなに重たくはないけども激軽ではないですね。では早速開けていこう。はい、よっこいしょー。なんかさ、今回緊急事態宣言ということで、まあ、普段やったらば朝コーヒーとかなんじゃかんじゃ買いに行くついでにコンビニ寄るみたいな感じで購入してたんですけども、さすがにねもうそこは自粛しないといけないということで、普通に夜中行ってきてんけど、もう一っ子一人いない夜中行ってきたんだけど、それでさ雑誌7冊買うとかね、めっちゃ恥ずかしかったでそれだけじゃないわけですよ。本来さ、あの飲み物お茶とかね、そういうのが尽きちゃって、あのネットスーパーがねペットボトル飲料全般全部ね配送中止になったのなんか知らんけど、お茶やらなんやら全然なくって、それをまあ本来買いに行ったの でプラス雑誌7冊やんか、もうねえげつない重かったでっちぎれるか思ったけども、往復はもう誰一人会うことなく購入できました。夜中行くとかいうのはあんまりちょっと治安がねよろしくなければダメだと思うんだけど、少しでも拡散しないっていうことに貢献していけたらなって思う次第でございますね。7冊ドンって出すのねめっちゃ恥ずかしかったはい、中身こんな感じだ。ビジュイでございますね。でもナイロン素材なんだけども、割とねこういう、まあ、シワ感もちょっとある感じかもしれへんけど、割とねごっつい感じ、いやごっつくはないよ、ボストンで言うならば普通なんだけども、ただ折りたたむとなるとね割とちょっとごっつめじゃないかなっていう感じのナイロン素材でございます。そしてシワは割と目立つ。ほんでは早速本体レビュー行ってみよう。ほんまさ、普段ニュースしか見てないおばちゃんやからさ、わい、なんか久々のなんかこういうアホな付録開封やわ。なんか大丈夫これ需要あります、分かれへんけど、このような感じのバッグでございますよ。シワクチャだよ。これはまあしゃーないんかな、まあ折りたたみ方式だからね、そもそもがどっちにしろシワになるでしょっていうあたりでございますよね。言うて、まあ、こんな感じのズッカさんのねロゴが入っておる、こういう感じに入っておりますよ。割とこうおとなしめズッカさんロゴでございますけども、で本体アップいきますとこんな感じのナイロン素材でございます。まあ見たことある感じの素材感よねこれね。あのペランペランじゃないね、少しねこういう音がする感じ、割と硬めのナイロンといった感じです。で持ち手はライトグレーで、ここのロゴに関してもライトグレー、ほんでここに真ん中にねチャカビャーって入ってるんで
ですけど、まあこれポケットかな、まあ、ポケットあったら使いやすいよね。もう全てライトグレーで統一してくれております。ベージュ×ライトグレーっていうね、大人っぽカラーだね。どっちかというと艶消しシルバーっていう感じのチャックをつけてくれております。あの薄べたいやつじゃないだけいいよね。なんかちょっとかっこいい感じ。少し形を整えましたけど整ってないか。なんとなくの形はわかる。これ上でねチャックになってるやんか。ほんで普通のボストンっていうのは、まあ、上でチャックになってるんですけども、この街をそのまま引き継いだ感じの形になってることが多いんですけど、横から見たら三角になるタイプね。だからそこの街はこんだけ、まあ、下にチャックついてますね。この折りたたみのポーチにする時のチャックだよっていうチャックがそこについておりますけども、このぐらいの街はあるんですけども、上に関しては街がない感じ。横から見て三角みたいな形のバッグなので、使いやすいよ、使いやすい形だと思います。ただちょっとしわくちゃね。はい、表面にチャックがございまして、サイドにもチャック、こっちはどうかな、あ、こっちにもチャックがあるわ。すべてポケットなのかな。こんな感じついておりまして、裏面は何もなしといった感じでございます。まずは表面のチャックから開けていきますと、かなりデカポケット、デデーンとデカポケットがございます。でこの素材の裏側は真っ白のこういうビニール素材みたいな感じになっていて、ここは裏地というよりはなんか本体との仕切りって感じ、裏地素材で仕切っているようパターンになっておりますね。こんな感じになっております。でもってサイドだね。うん、サイドに関しても同じ作り、ここペットボトル入れるうんぬんっていうよりはなんか細かいものを入れとくよっていう感じのポケットかなと思います。ちなみにペットボトルを掘り込むこともまあできるよ。チャック開けちゃったらね、こんな感じでペットボトルを入れることもできるので、まあ便利ポケットじゃなかろうかと思います。プラスチャックがついてるっていうのはなかなかポイントが高いかなとは思う。しわくちゃやけど、このシワがね気にならん素材っていうのもあるんですよ、ボストンで。まあ折りたたみ系でもね、この素材の方が良かったんじゃねと思うところでもございますけどもね。サイドこんなんやからね、いくら付録や言うたかってこのシワはありかい。その畳み方うんぬんの問題じゃないような気もするんですけど、この素材がねちょっとシワ行きやすい素材だからしゃあないような気もするんですけども、この逆サイドにも同じポケットございます。こちらもまあサイズ感も同じなので、先ほどと同じようにペットボトルを掘り込んでもいいし、こんな感じで使えるよっていうサイドポケットが両サイドについております。でもって本体だね。こういう形でさ、開くバッグってなんか使いやすくないですか。ボストンやけどバカって開けれるっていうのは私割と好きかなと思います。はい、シリカちゃんどうもこんにちは。こんな感じになってるよ。中はベージュでね、割とすごく綺麗でございます。割とすごくって何。まず日本語からね、私いろいろ間違っているので申し訳ねえわ、いろいろね。こういう解説、付録解説、なんつうの、付録実況ちゃうわ、付録レビューかするんやったらさ、ちゃんとした日本語喋りなさいよと思うところではあるんですけども、私とりあえず昔から表現が変やったりとか言い方がおかしかったりとかするので、なんか大丈夫って思うところはね、自分でね編集しとってさ、こいつ大丈夫かって自分で突っ込むところ多々あるんですけどもね、申し訳ねえわ。はい、こんな感じでね、全面なんとね裏地がついております。そこはリッチな作りね。ほんで縁はきっちりパイピング処理がされていて、そこに関してもきっちりパイピング処理がされているおかげで、そこはねちゃんと形が保たれております。で縁がこれ全部チャックになってるんですよ。こうパカッとね、後で畳んでみますけども、ポーチ状になるのでチャックになってるっていうこともあって、そこのマチっていうのはかなりねきっちりこう確保されてる感じの作りでございますよ。ペタンとはしてないですね。なのでなんか表面見た時は、あ、なんかちょっとおとなしいなっていう印象ではあるんですけども、中のこの裏地がきっちりね、ちょっと色違いのベージュになってる、こういう感じ、ちょっと濃いベージュになってるところがちょっとおしゃれだなって少し中開けてみると思いましたね。あ、持ち手や持ち手、持ち手の素材感なんですけど、まあね100均素材と言えなくもない。ただ太さがあって少し分厚さがあるので、そんなによぼついてない系のナイロン素材といった感じです。そんな感じね。ほんでここにリングを通してくれていることで、こういった時にこのリングでパタッとなるんですけど、横から見た時にビヨーンってなったりとかしないので、あとまあ重いもの持ってるとここが摩耗したりとかするじゃないですか。こういう動きでさ、特に合皮とかやったりとかすると縁からね破けてきた経験とか私もあるんでね、少し分厚めのナイロン素材とここにリングを通すことで、ここの摩耗を防げるという意味ではなかなかいい作りじゃないかなと思います。そんなにぼよついてないよ、持ち手は。はい、手で持ってみるとこんな感じでございます。肩からかけてみるとこんな感じ。まあ、おとなしめではありますけど、まあ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 いいんじゃなかろうか。はい、どうでしょう。なんかまあ全然使いやすいかなと思う。ただシワ問題ね、シワが気になる方からしたらどうだろうというあたりでございますね。しかもこれ折りたたみ式なんだよね。まあ、トリガー折りたたんでみるか。で折りたたみ方法なんですけども、こんな感じ。そこをまずペッチャとします。ほんでこの正面側をこうります。ほんならまあこうなりますね。ここが底部分でございますね。ほんでさらにこの底部分が表に出るようにこう折ります。ほんならですね、ここのチャックを閉めれますよという状況にはなるのですが、ビューっとね
ただまあここの先っちょがちょっと飛び出てしまっているので内側に折り込みます。いやちょっと強引じゃねこれ。いやあとね角のチャックがバチクソきついでございますね。スッとはいかへん絶対。どの折り方しても多分スススっていう感じではいかんのじゃないこれ。ちょっときちいけどもなんとか折りたたんで入れることができました。ただちょっとねほんまボキついてるボコボコでございます。こんな感じでポーチ状になるよということなんですが、生地がね意外としっかりしてるんだよね。だからね割とデカめよ。私もうちょっとさ普通折りたたみってさ割とちっちゃかったりとかするやんか。前に折りたたみボストンでボズさんのやつがあったんですけど、これ自体ね折りたたんでるからやっぱりシワクチャットはなるんだけど、なんかそういう素材感でね薄いナイロン生地みたいな感じなんで割とちっちゃくなった覚えがあるんですが、これに関しては割と生地が分厚めだから重量もそこそこあるよ。折りたたみ式にせんでもよかったんじゃなかろうかと思うけどもね。折りたたみ式にするんやったらもうちょっと軽い素材で作っちゃってもよかったんじゃなかろうかとちょっと思うところではございますが、まあ、こんな感じで折りたためますよということでございます。どうでしょう。まあでもね今ボストン言われてもさあれやけどね、ただまあこの状況がいつまで続くのってわかんないけど、私的には最低でも数ヶ月はある程度かかるんじゃなかろうかと思うんですけどもね。だからまあ状況落ち着いて宴会もカラオケも解禁やーってなってからね、旅行行く時とかに使ったらいいんじゃなかろうかとは思うんですけど、まあ、今使うもんじゃないだけにねドライヤーである程度のシワを取れば負担使いっていうのも可能かなとは思うんですけども、まあボストンサイズになるからね荷物がめちゃめちゃ多い方やったら負担使いでもいいけども、ほとんどの方がやっぱり旅行とかに使うんじゃなかろうかと思うので、まあ、使い手後々やな後々やけどな。はい、ほんでは次カゴバッグでございます。なんかさ明るくなる感じの色いいよね。スーパーハッカーさん可愛い。これはほんま可愛いと思う。まだ開けてないけどいやまあ見えてるやんか。見えてるからね。花柄のカゴバッグって初めてじゃないですか。こういう感じのカゴバッグ去年開封したことあると思うんですけど、持ち手が黒やってんね。ほんで私持ち手黒のカゴバッグも好きよ。なんかこんな服でも回しやすいやん夏場とか特に。だけど今年はなんかそういう花柄みたいな感じでね明るい柄で作ってきてくれるっていうのもなかなか可愛らしいなと思いました。これはこれで合わしやすいよね。気になるっていう方もなかなか多かったのでね。でまあ毎回毎回言いますけども、こちらに関してはセブンイレブンセブンネットショッピング限定商品となっておりますのでお間違いなくということで、本日は早速開けていこう。はいよっこいしょー。シャキーン。こんな感じのカゴバッグでございます。あ、持ち手がしっかりしてる。そして思ったより小さめかもしんない。なるほどね。小ぶりですけど、まあ可愛いよね。女子という感じしますね。ほんで早速本体レビュー行ってみよう。はい、こんな感じのカゴバッグだよ。可愛らしいよね。ほんで、持ち手がね、これ割と硬い芯が入っているのですよ。なので、横向けても上向けても全然大丈夫よっていう、ブン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 しても形が崩れないよっていう感じの素材感でございます。本体アップ行きますと、こんな感じのね、カゴ割とねなんか柔らかいね。カチカチじゃないのよね。やけど形は定まっております。こんな感じで、まあ、自立もできるんじゃなかろうかっていう感じのカゴバッグだよ。可愛らしいよね柄で。ここのね持ち手の素材アップいきますと、なんかナイロンみたいな布みたいな感じの、かなり硬いので裏側はナイロンで表面は布っぽくしてあるみたいな感じの生地じゃなかろうかと思います。でお花柄の出方はまあランダムになると思うんですけど、こういう感じのお花柄がねつらつらつらーと続いておりますよ。でくるっと回して裏側に関してはまた違う感じのねお花柄の出方しているので、はい、こんな感じになっております。で中行きますと巾着になってるんだよね。巾着が割とでかい。巾着部分が割と長いでございます。このぐらい長さがある。で巾着のところの素材感なんですけど、まあ布でございますね。裏側もこんな感じ、あの裏ビニールとかにはなってない布素材なので、でこういうねクリーム色みたいな感じのオフホワイト的なね紐がついておりますので、ギュッと縛りますとかなりちょっと飛び出て持てなくなるのでちょっと沈めてね。こんな感じ。え、可愛くないですか。普通に可愛らしい。紐はね私は蝶々結びにしないスタイルでございますけど、ダラーンってして使うのが好き。中っ側も全部花柄だわ。その前にちょっと待って、シリカちゃんこんにちは。うちはねこのようにパイピング処理がされておりまして、中行くんですけどもね、ちょっとひっくり返すわ。こんな感じできっちりね裏地がついておりますよ。花柄の裏地全部お花柄。中巾着と同じ素材でこんな感じで全面お花柄になっております。可愛いね。なんかさ、あのエミリンチャンネルをよく見てるんですけども、エミリンさんがさ、あの可愛いわって言うやんかあれなんか映れへん。なんかね私あの人の口癖すぐ映るんよ。割とねこう引っ張られやすい人なので、だからさみーちゃん見ながら毎日さ可愛いわ可愛いわって言うてて、プラス動画でもさ、あのワンちゃん猫ちゃんとかなんかその他動物ちゃんねいろいろ見るからさ、もうそれ見るたびに可愛いわって言うてるめっちゃ口癖映るマジで。そんな感じでね、もうこれ可愛いわって感じでございますよ。めちゃめちゃ可愛らしい花柄カゴバッグだね。さすがにちょっとちゃんとくくろうかな。はい、こんな感じになります。
った。可愛らしい。ちなみにそこはこんな感じ。街も割とあるんですけども、幅はそんなにないですね。割と四角いコロッとした感じのバッグでございますけども、ちょっとお出かけレベルやったら十分かなと思います。持ち手がしっかりしてるし、プラス置いた時にこう持ち手がペッてこう、この辺の角度になるのが嫌じゃない。この辺でベローンってなるのが嫌じゃない。まあこの辺まで寝てくれたらまあええかなって感じじゃなかろうか。まあ、そんな扱いはややこしくない。出してすぐ使える系のバッグなので可愛らしいと思いますよ。はい、手で持ってみるとこんな感じでございます。はい、どうでしょう。可愛らしい。まあとりあえず容量見ていきましょうか。はい、ペットボトルと比べていくと、横でもギリギリ、まあ幅的には超えてんねんけども、まあ形がさ、ビヨンってなるから、それでギリギリ入るかなぐらいかな。縦で入れると、まあ、若干ね、キャップが飛び出るかなぐらいの大きさではあるんですけど、上がさ、巾着になってて割と余裕があるので、まあ、縦なら確実にいけるけど、横ならどうかな。とりあえず入れてみる。横余裕やったごめん。全然余裕でございました。ちょっとわかりやすくね、ここひっくり返しましたけど、こんな感じ。余裕でね、横向きで入る。まあ、余裕っていうか、まあ、キチキチっちゃキチキチですけど、ペットボトル横で入ってくれたらいいよね。で、高さなんですけど、キャップがまあ、ちょこっと飛び出るかなぐらいですね。で、待って、いつもの 10×20。典型的なサイズの長財布さんでございますよ。これを入れていくとですね、横に入れて、ペットボトルと横並びで入る感じ。なので、使いやすい大きさじゃなかろうかと思います。なんか最近このサイズ感になんか合わせてくれてるバッグがすごく増えた気がする。長財布勢のことを考えていただけるのはありがたい。もちろんのことですね、ちょっと戻しちゃったけど、はい、もう一回ひっくり返した。このペットボトル長財布って今入ってますけど、この上にね、ポーチやら何やら全然掘り込むぐらいの高さはまだまだ余っておりますので、まあ一応ね、まあ、デコンベポーチといえばこの前のスイートさんのね、ポーチでございますけども、こんなんもスポンと入っちゃうぐらい、こんな感じね。これ今ペットボトルの上に重ねてるんですけど、こんな感じで、ここがまだ空いてる感じでございますよ。なので、割と容量は見た目より思ったよりある感じ。いや、でもこれはさ、素材感うんぬんちょっとあると思いますよ。その売ってるのと比べたらね、もうちょっとここがこうっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれへんねんけど、付録じゃないよね、言うて。なんかさ、普通にさ、お洋服屋さんのディスプレイとかでさ、こうやって置いてそうな気がするから、いや、この柄が好きな方やったら、買ってなんか、うわ、ここがあかんかったっていうこと別になく使えるんじゃなかろうかと思います。可愛らしいんじゃなかろうか。これサクサクいけてる？これ。わかれへんけど。ほんでは次。あるからね、今日はさすがにサクサクいかんとと思うあたりでございますよ。続きまして、インレッド通常版5月号でございます。また保冷本バッグ来ましたけども、スヌーピーちゃんはさ、このおうち型推しがすごい多いよね、今年ね。いろいろバニティとかもございましたけど、また形は全然違う感じにはなるんですけど、こちらに関しては保冷本バッグということで、大きさが大きかったらさ、なんかその運動会とかでも使えるんかもしれへんし、もし大きさがそこまで大きくないんやったらランチバッグみたいな感じで使えるんかもしれへんし、でも中途半端なデカさやった時が一番困れへん。カバンにも入れへんし、これ手持ちで行くのもどう、あれどうかなっていう。割とデカめかちっちゃめかどっちかにしてほしいなってランチバッグは割と思う派なんですけど、皆さんいかがだろう。大きさ的にはね、雑誌よりちょっと小さいぐらいの大きさでございますけども、重さはまあそこまででもないですね。めちゃめちゃエアリーというわけではないですけど、どっちかというとちょっと軽め。ほんで早速開けていこう。はいよっこいしょー。はい、中身はこんな感じだで。何このさ、ねえねえねえ、このシミ何？怖いやけど。さ、箱にさ、こんな感じのシミなんやけどさ、いやこれね、シミとして残ってるからオイル系やと思いますわ。なんかもし水分やったらこれ色残ってないと思うので、何かしらオイル系なんですか。なんかこの時期ちょっと怖いところではございますが、ただ商品自体は紙に包まれておりまして非常に綺麗でございます。まあ、なんかあの変なオイル臭がするとかそういうことではないんですけど、なんか鼻つけてクンクンってするのはやめとくわ。ちょっとあ、サイズ感的にどうだろう。これは、いや見た目はすごく綺麗ですよ。ここエナメルみたいな感じのお家型になってるんですけど、キャンバス調やね。ここがキャンバスみたいな感じになっていて、あ、バリバリついてる、バリバリついてる。お家型ってこうやっけ。これやったらさ、蓋これだけでよくね。やねんけど、中がねこうなってんの。なにこれ。いや、こうやんね。こんななんか作りが面白い。これ何。いやさ、これはこれでいいんですけど、ここいらんくない。普通にこれで、これ蓋でよくないですか。なんでここ二重になってんの。ここがさ、なかったとしよう。まあ、ちょ、内側に折り込みますわ。まあ、こうやったとしようじゃない。こういう感じね。やったとしたらば、ここを内側に折り込んで、で、ここに蓋閉めるやんか。これでよくないですか。まあ、これが、こういう形だと思っててね、私。やねんけど、ここがついてんだ。これなんで。まずね、だから内側にこういう、ここがハフハフで、ここがバリバリなわけですよ。だからくっつけの、で、こういう状態にして、
さらに折り込むでここにくっつけるみたいな感じの作りになっております。なんで、まあ、密封率は高そうだけどもね。ほんでは早速本体レビューいってみよう。若干謎はありますけども形は可愛いでございますよ。こんな感じのお家型というかね、まあ、三角よ、ほぼ三角でございますね。こういう感じのアンチバッグでございます。まあ可愛らしいんじゃない。ちょっと派手だけどもね。でここはもう屋根部分ね、ここはもうエナメルツルツル素材でございますよ。昔こんなあのバブル時代にツルツルしたパンポス履いとったわっていうのを思い出す感じのエナメル素材でございますよ。この持ち手もツルツル素材で、縁はきっちりパイピング処理がされておりまして、作り的にはねすごく綺麗です。きっちり作ってくれてるなっていう感じがするランチバッグでございますよ。裏側にはピーナッツのロゴが入っておりまして、くるっと回しますと表面にはこんな感じのね柄がプリントで入っております。サイドはプリントとかは入ってない感じで、素材アップいきますとこういう感じで入っておりまして、素材的にはこのような感じのキャンバス、縁のパイピングもなかなか綺麗に入っておりますよ。持ち手もしっかりつけてくれておりますし、普通にね別に火の付けどころはありません。ただ開け方がちょっと特殊っていうだけでございますね。こんな感じで開けるとここがこんな感じやねんね。こうでもってここにさらにバリバリがついておりまして、全面ギランギランでございます。はい、シリカちゃんぽーい。こんな感じ、中に保冷保温材入れのポケットとかはついてないんですけども、なかなかね肉厚でございますよ。しっかりした保冷保温材ついているので、あの夏場安心して持てるんじゃなかろうかという感じでございますよ。こんな感じね。このこのペはさ、いやまあこの方がね密封はされる気はするよ。ちゃんとこの内蓋みたいな感じがねついてる方が密封はされる気はすんねんけど、うんって感じでもなくてもと私的には思うところではございますが、こっちがハフハフでこっちがバリバリになってんねんね。だからこことここをくっつけて、さらにここにバリバリがついてて、こっちにハフハフがついておりますので、ここをペットする、そしてお家型になるみたいな感じのランチボックスでございます。可愛らしいけどね。はい、手で持ってみるとこのぐらいのサイズ感でございます。いやめっちゃ可愛くない？これ可愛いわ、可愛いよ。はい、ランチバッグといえばですね、この前のディーン&デリューカさんと比べていきますと、ディーン&デリューカさんの方が一回りちっこい感じやね。これもね似たような形なんですけど、三角型。でもそう思うとさ、このスヌちゃんはさそんなにバカデカではまあないよね。こっちの方がでもコンパクト、カバンにポンって入れるんやったらこのぐらいのサイズ感かなと思うんですけど、ただお弁当の幅による、お弁当の幅がこれやったらちょっと限られる気はすねんね。ただ最近の女子のお弁当箱はちっこいので、まあこのぐらいのマチとこのぐらいのサイズ感があったらまあいけるかなっていう方も多くいらっしゃるとは思うんだけども、まあ、それより一回りでかい方がええなっていう方はこっちの方がいいかもしれないね。もってジョエル・ロブション&ジェラートビケさんのやつでございますよ。こちらはね逆にバカデカでございます。こんな感じね、マチがすごいんだわ。だからまあでもね幅も同じぐらいですね。ただマチが全然違う感じ、これちょっと広げきってないけどさ、こんな感じなので、まあ容量的にはこっちの方が大きいかなとは思うんですけど、ただまあ高さとねなんかすごい威圧感といいますか、圧倒的存在感もある。ペットボトルが入るかどうかちょっと入れてみようと思います。ペットボトルはどうかな、ギリギリきつい、いや入らんでもない、もうむしろねジャストサイズだから、まあこれ大きさベターな感じの 500ml でございますけども、これ以上長かったりとかちょっと高さ長いペットボトルとかあるやんか、あんなんやったらもう全然入らないですね。もうぴったりサイズなので、まあペットボトルが入るということで、まあ、お弁当の横にペットボトル並べて入れたら、まあ幅が合えばねええかなと思うんですけど、一応ねそこ的にはペットボトル2本がぴったりサイズぐらいのサイズ感でございますけども、これキャップ分がねやっぱりちょっと飛び出しとるね。これちょっと飛び出してますわ。だからキッチキチではある。ちょっと横の形はくちゃくちゃになるんですけど、今ペットボトルをこう縦にね重ねて入れてるんですよ。要はお弁当の上にペットボトルを重ねてる感じ、それで入るかどうかっていうのを見てるんですけど、一応ね形若干崩れますけど入りますので、まあ、こんな感じで飛び出してるでしょ、まあ、それでも一応入るので、まあ、例えばお弁当の上に冷えたペットボトルを置いてね、なんかそういう感じで持っていてもまあ別にありかなとは思うサイズ感でございますよ。なんやろ、なんだかんだ突っ込むとやっぱりちょっと形は崩れてきちゃうところはあるよね。だからまあ本来のこのお家型で使いたいのであれば、やっぱりお弁当だけ入れるっていうのがベストかなとは思うんですけど、まあお弁当だけじゃなくても、まあ、この三角を生かしてねサンドイッチとかねまあおにぎりであったりとか、なんかそういうのをコンビニで買ってポンポンポンって詰め込んで、でランチバッグにするみたいな感じでも可愛らしいんじゃなかろうかと思います。でもね作り的にはねマジで火のつけどころがないぐらい可愛らしい。別にさスヌーピーちゃん好きじゃなくても私は好き、割となんか全然さ突っ込みどころなくない、普通に可愛くない、まあ、ちょっとこう手かかれへんわとかカバン入れんのにはでかいわとかそういうことはあるかもしれへんけど、いや非常に可愛いでございますね。私的には気に入った。ほんでは次、
ね、続きましてもインレットさん増刊版5月号1150円でございますね。こちらに関してはベターな感じの保冷バッグとあとペットボトルケースということでございますね。何回も言ってますけど、このペットボトルケースがさ、ミニボストンみたいに可愛いんだよ。なんかミニチュア好きの私からしたらね、ちょっと惹かれる形ではございますけども、ほんでは早速もうね、長なるからもうちゃっちゃと開けていこう。はい、よっこいしょ、はい、こんな感じの2個セットでございますよ。でこっちが保冷保温バッグでございますね。でこっちがペットボトルケースなんですけども、保冷保温バッグに関しては若干100均の匂いが香るね。いやまあセットですからそんなに文句は言えませんけども、一番使いやすい形ではあるんだよ、こんな感じね。なんだけども、なんか100均で売ってそうよ。まあしっかりしてるけども、でこちらのペットボトルケースちょっとぐちゃぐちゃってしてる部分もあるんですけど、これが圧倒的に可愛い。圧倒的にこれは可愛いだけど、こっち普通って感じですね。なんでこっちもうちょっと凝ろうぜ、色とか柄とか。まあ可愛いけどもね。ほんでは早速レビュー行ってみよう。はい、まずは保冷保温バッグから行きましょう。もうね、軽いし、なんやろ、持ち手がね、この100均素材でございます。いつもながらの100均素材でございます。まあ2個セットやからしゃあないけどもといったあたりでございますね。でこのチャックも薄べったい、これ以上は無理よっていう薄めのチャック。まあ色は合わせてくれております。本体の柄的にはね、まあブルーにドットにスヌちゃんっていう形がドドドドドッと入っておりまして、可愛らしいなというあたりではあるんですけども、でここにピーナッツのロゴタグもねついておりますので、いや可愛いんだよ全体的に。ほんで素材アップ的にはこんな感じのね、もう完全にカシャカシャのナイロン薄めでございます。ただあの保冷本素材が割とぶっといので割としっかりはしておりますよ。えんやけどなんやろ、金感があるよね。なんかさ、最近凝った形が多いから余計そう思うかもしれへんけどね。で中行きますとパカン、今日はシリカちゃんがよう出るで。このような感じになっておりまして、裏側保冷保温材がまあしっかりとついておりますね。まあなんだかんだね、この形がね一番使いやすいは言うて、使いやすいとは思うけど、でも何回も言うけど100均感が漂うよね。100均でも割とね最近このぐらいのクオリティあったりするんだよね。だからそれ考えるとさ、まあキャラグッズに関しても100均では割と多く展開されてたりとかするので、そこまでねめちゃめちゃのお得感までは感じないかなっていう、まあ、デザインやね、これデザインがちょっとベタすぎたのではなかろうかといったあたりでございますけども、内側はきっちりパイピング処理もされておりまして、そこもパイピング処理されております。保冷保温材を入れるポケットなどはついてないんですが、まあ、シンプル設計で使いやすいかなといった感じのランチバッグでございますね。わい期待なこちら、なんでこっちだけこんなデザイン可愛いの。ちょっと形整えていきますけど、あ、こう開けるんや。ここにチャックがついてるわけじゃないのね。ちょっと形を整えますわ。ごめん、嘘整わんかった別に。まあこんな感じのね、ペットボトルケースなんだけど、なんか可愛くない？これ色合いが好きだわ。でここにさ、ピーナッツのロゴがあるんですけど、逆か、こうピーナッツのロゴがあるんですけど、なんかこの辺もさ、なんかボストンっぽくないですか？ミニボストンっぽい。こっちはロゴとかはないんですけど、で真ん中にねちゃんとこういう布タグ、ナイロンタグみたいなやつ、刺繍のやつがちゃんとついててね、可愛らしいなと思うところと、この色合いがねちょうどいい。でも黄色とさカーキで、なんか分からへんけど可愛くない？ほんでここにチャックがついております。ここがぐるーっと開く感じで、まああくまでペットボトルケースでございますので、私にはもうミニボストンにしか見えないんだけど、くるっと開けまして、こういう感じでパカって開く感じ。この入れっぱなしでこうやってゴクゴクって飲める感じのペットボトルケースでございますね。で縁はきっちりこんな感じで、ちょっとボイボイしてますけども、ビニールでパイピング処理がされております。少々ね切りっぱなしの部分があって、ちょっと糸出てたりする部分もあるんですけど、まあ中やしペットボトルケースやしええかなっていったあたりでございますよ。表面は至って綺麗でございます。素材アップいきますと、このようなナイロンなんだけど、なんかさっきよりさちょっと布っぽナイロンみたいな感じになってますね。持ち手についてはまあちょっと100均素材っぽくはあるんですけど、ただこの持ち手のところねこうやって塗ってくれてたりとかするんですよ。あと色合い的にちょっと可愛らしいから、なんかチープ感はそんなないですね全然。でまあペットボトルを入れていきますよと、あその前にもう毎回多すぎシリカちゃんぽーで、通常サイズでございますね。こちら 500ml サイズのペットボトルをぶち込んでいきますと、まあキャップまで割とねスポンと入っちゃう感じで、この分がね余ってますね。高さ的にほらこの分余ってる、やからもうちょっと長いペットボトルでも入るけど、ただサイズ感的には割ときっちりなんですよ。ほら 500ml できっちりサイズやから、あのぶっといペットボトルとかたまにあるやんか、ああいうのはもしかしたらキチキチかもしれません。で入れたら形割ときっちり定まるかなと思うんですけど、可愛くないですか？これは可愛い。まあ、こっちの素材感も言うてね、ここ100均っぽい感じの紐やし、まあ、これがぐるーっと下まで入ってるんですけど、でチャックもねこれ以上削れないよっていう薄めのチャックではあるし、さっきとね素材感はあんまり変わらんかったりするんよ。ちょっと本体が布っぽい感じのナイロンに変わってる。こっちの方が高級感も素材感的にはあるけどもね、そんな変わらんのやけど、やっぱりね色の配色とデザインだけでね、こんだけやっぱり可愛さがね変わってくるんやなーっ
って思いました。これ可愛らしい。手で持ってみたらこんな感じでございます。いや圧倒的にこれ可愛くない？いやブルーええんやけど。はい、どうでしょう。いやこれとこれのセットって言われたらうんそうかなと思うけど、単品で見たらさ全然デザイン違くない？こっちをさもうちょっと凝るかなんかしてくれたらなと思うところでございますね。色合いのさこのちょうどいい塩梅の感じとこのブルー一色っていう感じとデザインした人が全然別っていう感じがする。私は何回も言うけどこっちが好き可愛い。まあこれセットでございますけどね。こちらの方の容量ちょっと見ていこうかなと思うんですけども、まあ、そこはねこういう感じの正方形にはなってるんですけど、こう横にね矯正マチがついておりますので、まあペットボトルも入るんじゃないかなというところで、ペットボトルを掘り込んでいきますと、まあちょっとビーンとはなるんですけど入ります。ただ元々のマチがこの大きさなんですよ。このマチとこの幅がここがまあ広がってる分やんか。でここの容量でちょっとペットボトルは入るんですけども、ここにだからペットボトル2本並べるみたいな感じのことは無理だと思います。だからお弁当箱入れてその上にペットボトルを重ねておいて、こう積み重ねてね、お弁当の上にペットボトル積み重ねてチャック閉めるとかやったら全然いけるんじゃなかろうかという感じのサイズ感でございます。まあ、ペットボトルケースは別でついてるわけやけどもね。どうでしょう。まあ私的にはねもう単体で絶対こっちだけちょっと使いそう。まあ、これはこれでいいねんけど、可愛いよ。あったら使うよ。あったら使うけど、まあ、私まずお弁当を持っていくところがないという理由と、あとペットボトルはね割と夏場とか持ち歩いたりとかするタイプなんですよね。すぐ喉乾くから、だからこれはなかなか夏に活躍するかなとは思うんですけどね。まあ、ペットボトルケースで言いますと、ジョエル・ロブソン&ジェラートピケさんまた出ました。こちらがねすごいベターな形のペットボトルケースなんですよ。こういうここの上からちょっとキャップが出るみたいな形。私こういうベターな形のペットボトルケースも割と好きなんですよね。でこれ割としっかりしてるしね、なんかシワ感もなくてすごく綺麗から好きやなと思うんですけど。でこちらね、まあ、デザイン的にでも可愛いや。まあ、その時々でちょっと使い分けっていう感じで私的には使っていこうかなと思いますよ。まあ今引きこもりですけどもね、言うてねずっと家おりますけども。はい、ほんでは次。はい、ドンネルさん行きましょう。今回ちょっと特別版やったっけ、あの増刊版は発売中止になったので特別版っていうのがちょっと購入できなくて申し訳ないんですけど、今後私もあのネットで購入するかそれかコンビニで購入するかね、なんかそういう形で足古くなりむくなりやっていこうかなと思うんですけども、はい、こちらリンネルさんのマイキーのハウス型収納ボックスということで、お家にね、まあ、なんかあの机の上のことだっていうのを片付けましょうという収納ボックスでございます。今までいろいろ出てきましたけども、私はどっちかっていうとシックな色のものっていうのをよく使う傾向にあるんですね。まあグレーやったり黒やったりなんかそっち系の方がなんかちょっと落ち着く茶色とかさ、なんですけども、相手のもう真っ赤っかみたいな感じで、なんか例えばテレビの横のさあのテレビ台のところにポーンって置いちゃうとかしてもまあ可愛らしいんかなと思うところもあんねんね。なんか赤ってさ可愛いよね。さっきのさスヌちゃんのランチバッグもそうですけど、なんだかんだ持ったらねなんか可愛いってなるのが赤。はい、こんな感じでございます。そんなに分厚くはないんですけど、意外とね今日の付録の中で一番重いんちゃうかぐらい重いでございます。なんでどういう素材感かな。まあ、リサラーソンさんなんでね、割とちゃんとした作りじゃないかなって期待するところではございます。ほんで早速開けていこう。はい、よっこいしょ。なんかほんま重め。ちょっと大きさは雑誌と同じぐらいの大きさがあります。割とでかいのか。はい、中身はこんな感じだ。なんかこれでもかいうぐらい綺麗に畳まれてない。これすげえな。ちゃんと畳まれてるぜ。え、なにこれ、アフターの部分取り外せんの。え、そこ、え、なんなん商品これ。すごいちゃんとしてないで紙。こうね、こうすごい綺麗に。まあ、そこはさすがにちょっとくちゃくちゃしてるけど、え、めっちゃ綺麗に折りたたまれてる。シカちゃんぽーい。こんな感じすごい綺麗くない。ほんでね、付録で初めて見た底がついてる。で、こういう感じでさ、底をさ、はめますやん。ほんでほら、形を定めるみたいな感じ。これ付録でっか。これ完全に商品だよ、これ。これ完全に商品、マジで。なんでこの蓋でございますね。バリバリついてますね。で、この蓋は、なんかさ、使いたいっていう方と、使いたくないっていう方がいらっしゃるやん。もう蓋あったら逆にうとしわみたいな。なので、取り外しができるようになってるパターン、前もありましたね。で、このバリバリがついてるのでですね、この分厚い方ね、いっぱいバリバリついてる方をこっちの本体にくっつけてですな、まあ、なので蓋付きで使われる方は何して使ったらいいんじゃないかっていう収納ボックスでございます。これはやばい。これは商品。ちゃんと板入ってるもん。これ全面ですよ。全面きっちり板が入ってる。これそこ以外ね。でそこはあの入れる板があったやんか。だから全面すっすごいきっちり作ってる。完全に商品これは。すげえ。ほんでは早速レビュー行ってみよう。なんかさ、
あの中国の工場止まってさ日本製になったとかそういうことじゃない？これ付録か？ちょっとさ持ち手がないからさちょっと持ちにくいんやけどさこうやって持てばいいかな。こんな感じのねお家型ボックスでございますよ。なかなかデカめ、そして形がすごくしっかりしてる。今までのさなんかキャンバス素材やったりとかいろいろあったと思うんですよ。今までのコンテのバッグっていうのはこういう感じのねナイロンなんやけど中にしっかりね板が入ってるっていう感じの作りは私初めて、びっくりでございますけども、とりあえず素材アップいきますとこのような感じでございますよ。こんなねカシャカシャナイロンでございます。表面のナイロン自体はそんなに分厚くはないんですよ。薄い感じのナイロンで、縁はこのようにパイピング処理がされているんですけども、生地が薄いんだけど中に完全にね下敷きみたいなね板が入っています。それよりもうちょっと硬いぐらいの板が入っているので、形はねバチクソ、もうこれでもかっちゅうぐらいきっちり綺麗でございますよ。もう出してすぐ使える感じ、シワ感、うん何それって感じ、もうすごい綺麗でございます。これはやばい。まず正面ですけどもこんな感じ、マイキーちゃん、猫ちゃん、マイキーちゃんっていうのかな、の内側に少しマチがついた外ポケが2つありまして、これが窓みたいで可愛いなっていう感じのデザイン感でございます。このポケット部分にリサーラーソンのロゴとこのマイキーちゃんの柄がございますよ。全体的にマイキーマイキーマイキーでございますね。でサイド裏側そしてサイドともう全面マイキーちゃーんでございますけど、なんかデザインとしてまず成立してるということと、なんせ作りが綺麗からこれはもう納得って感じですね。で中行きますとパカン、まあ、お家型になるのでもう中も真っ赤カカカでございますね。まあさっきの組み立てる過程をさもう見せてたから大体わかるわいということではございますが、ここの板がですねこういう形の板が2面入っているんですよ。なので形がこう折りたたみからパーンとねなるわけでございますけども、この底いいよね。そこまできっちりつけてくれるっていうのがもう形的にはもう完璧で美しい。ほんで内ポケなんですけども、この後ろ側ねこの屋根のビロンビロンのところの後ろ側に内ポケ、ちょっともうマカカカカやからちょっと眩しいわって感じかもしれへんけど、内ポケが2つついております。こっち面にはポケットついてないんですけども、シワ感も何もなくとても美しいとしか言いようがない作りになっておりますよ。なんかこう板みたいなのが入っているので、ほんま全体的にね美しいで、この屋根に関してもきっちりこの板がねこことここに入ってるんですよ。あここにも入ってる、こうこうこう3面入ってるんですね。なので形的には本当にきっちりと使えるといった感じの収納バッグでございますよ。はい、手で持ってみたらこのぐらいのサイズ感でございます。いやなかなか可愛らしいし大きめだよ。これは完璧じゃないですか。いやちょっと大きさの比較を、まあ、ペットボトル入れるわけじゃないんですけど、ちょっとペットボトルでしてみようか。割と大きいんだわ。今までも収納バッグってあったんですけど、これと比べてもね割と大きい。 500ml のペットボトルを横で入れて、またキャップの上が少し余ってるぐらいの大きさ感があるので、例えばさ普段読んでる本であったりとか、そうそうそう、スイッチのカセットとかさ、あと今まあお家でゲームしてたりとかするやんか、なんかイヤホン付きヘッドホンとかさあれやん、そういうごちゃごちゃするもの、テレビ周りのなんかそういうのをそのままボーンって掘り込んじゃってもいいし、あとまあ裁縫道具であったりとか、まあでっかい化粧品入れとかでもいいし、まあ高さに関してもペットボトルと比べてね縦で入れて閉める、まあ、ペットボトル縦で入れて今ギリギリ入ってるんで、まあ、ギリギリカツカツぐらいですねでは入るので、だったらば縦収納で入るので、まあそういうのをまとめてしまってもいいし、でも私が使うんやったらまあゲームソフトであったりとか、あと普段使うお化粧品とマニキュアとかさ、もうそういうの全部まとめちゃうとか。ただねあの持ち歩きのねこういう持ち手はついてないんですよ。だからまあ置いて使ってっていう置き型ブリーズみたいなね、パブリーズじゃない、まあとりあえず置き型のもんなんで、なんか常時そこに置いとくものの収納ボックスでいいんじゃなかろうかと思います。以前ありましたですね、スヌちゃんのちょっとバニティみたいな感じなんですけど、リビングの物入れとかにどうですかっていう感じのねキャンバス地のバニティなんですけども、それと比べましてもこの巨大さがわかるかな。これ大概でかいのに普通のバニティとかと比べたら全然でかいんですよ。横幅が広いって感じなんやけど、それと比べてもさめっちゃでかいのわかります？上から見たらね、横にこんな感じ。スヌちゃんも大概でかいんですけど、さらに一回りでかくなって、そして高さもあるみたいな感じですね。このような感じなのでかなりどでかい。ほんでちゃんとしてる感があるし、ちゃんと底が入ってたりね。でもまあ取り外しもできるし、屋根いらん、そのまま使いたいっていう人はそのまま使っていただいてという感じなんですけど、まあいろんな使い方がありますね。それこそあの私がさいつもバニティとかにさ入れてる、例えばフェイスマスクであったりとか、あとなんかビタミン類とかさ、あのダイエットサプリとかさ、漢方とか、うちようけあるんですよ。もう買うだけ買ってね、ちょっと飲むんやんか、でちょっと効いた気がすんねやんか、あ効いた効いた効いた
かなとか思うねんけど、この子飲まへんっていうね、山ほどあるんですけど、一回ちょっとダイエットしようと思ってさ、あのサプリの力を借りてダイエットしようと思ってさ、まあ何一つ効かへんかったわけですけど、力本願やからさ、基本努力しようぜって感じやけど、なかなかね、あんま調子こいてさ、やる気出して努力したらさ、それはそれで体調崩すやん。今免疫大事、こんな時期にねダイエットしてる場合でもないしなっていうあたりでございますよ。まあそんなんでね、なんかいっぱいあるけどすぐには使い切れへんっていうものあるやんか。なんかそういうのを入れとくにもいいし、あとさ、ちょっとでかすぎるっちゃでかすぎるけどさ、例えば洗面所に脱衣所とかに置いといて、あのほらバスボムとかあるやんか、入浴剤、凝った感じの入浴剤ってめっちゃでかくないですか。ああいうのを掘り込んでおくとかね、この中から今日は何にしようかなって選ぶとか、なんかまあいろんな使い方ができるかなと思います。もちろんキッチンでなんか細々としたもの入れてもいいだろうし、普通にリビングでさ、もうごちゃごちゃってしてるなんか雑貨、もういわゆる雑貨、もうどうしたらええのこれっていう雑貨とかあるやん、文房具とかごちゃごちゃするやん、そういうのをまとめて入れとくよでもいいですし、なかなか可愛らしいんじゃなかろうかと思いましたよ。これはね、作りの良さを評価する。ちなみにね、さっきのランチバッグと比べたらこんな感じすごい大きさ全然違うね。でワンチャン大きさ同じぐらいかなと思った自分がね、全然もう的を得てなかったことに気づかされるね。ほんでは次なんか分かれへん、多すぎでも延々続くよねこれ。まあ雑誌付録開封は楽しいのだけどもね。あ、ここ行こうぜ時計、ここいらで時計行きましょうか。ステディさんでございますよ、腕時計。まあ、デカフェイスに見えるんだよ。ケースエースっていうか、そのね、時計の幅みたいなやつが4センチって書いてあるので、4センチってなかなかでかいんじゃなかろうかと思うのね。でモデルさんの腕が細いのか何なのか、もう腕ぐらいあるやんフェイスがっていう感じに見えるんですけど、ただ私ね、もうすごいほら高慢なバディなんかくっそ太ってるわけですよ。もうブーデー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 、もう恐ろしいブーデーなわけです。かなりねでかいのね。ただなんかあの自分のことであってもデブでさみたいな言い方すると、それはそれでね、ご覧の方がなんかそういう言い方するのはあんまりっていうコメントも割と多いのよ。なのであのマイルドにね、ちょっとぽっちゃりっていう、ちょっと自分のことやねんけど、ぽっちゃりっていう言い方をしてんねんけど、したらしたで、いやもうぽっちゃりちゃうやろデブやろみたいなコメントがたまに来たりとかするんで、いやそうやで、ね、そうや、それそれ、もう正解正解、そうやねんけども、そういう事情があるってことよ。難しいね、難しいけどね。ただ私はあの細かいことはあんまり気にしてないので、いろんな意味でね、まあ、細かいこと気にしとったらね、顔出しでね動画なんか出せるかっちゅう話ですよ。何の話やねんってなってますけど、とりあえずまあ Y すげーぽっちゃりだから、腕もすっげー太いから、この間風呂上がり見直したらびっくりした。もう膝みたいになってた肩が完全にあの成人男性の膝ぐらい、やばいよ。もうなんか足がね、大根じゃないね、あの大根足ってよく言いますやんか昔からね。大根ではない、なんか株みたい、なんやろ、もうリアルドグ。ほんまなんか昔から割とドグやねんドグやねんとか、今よりマイナス10キロぐらいの時から言ってましたけど、何キロ増えてんねやろ分からへんけどさ、雑誌付録開封を始めた時から考えたら私10キロ以上増えてると思うねんね。どうしたらいいいやそれ、健康な生活と運動とね、なんかまあ今の時期やったら動画見ながらちょっとヨガしたりとかストレッチしたりとか、なんかいろいろするしかないとは思うんだけども、どうしたらいいどうしようもないっちゅうねんな。まあ強く生きていこうぞ、もう強く生きていくわもう。はい、中身はこんな感じでございますよ。薄べったくてね、小さい箱でございます。まあ時計だからね、ほんで軽いでございますよ。まあ時計だからね。ほんで早速開けていこう。はい、よっこいしょー。はい、中身はこんな感じだ。まあ、トリセツとシリカちゃんぽい。なんか頑張って入ってる。こういう感じで骨組みに装着されておりますけど。そう、このような時計でございます。なんかね、割とシンプル。小柄が思ったよりシンプル。なんかさ、私やったらちょうどいいわ。この太い腕の人、マジちょうどええわっていう感じのミッキーちゃん時計でございますよ。ほんで、早速レビュー行ってみよう。はい、はい、このような感じの腕時計でございますよ。見るからにちょっとフェイス大きそうでしょ。ちょっとね、この表面のフィルムはね、一発目に剥がすタイプでございますよ。こんな感じでペロ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 で、このベルト部分の素材アップいきますと、こんな感じの黒格子みたいな感じになってて、つや消しでございますね。そんなテカテカしてる感じじゃござらんのだが、こんな感じになっておりますよ。まあ割と分厚め、裏側はまあこういう感じになってるよね、時計ってね。ただここの針がね、割とある感じ、ビヨヨヨヨンで、ここの金具部分はね、いつものあの勘ですかっていう感じの金具でございます。ここはもう全部一緒やね。ほんでベルト留めがこことあとこことついておりまして、同じ素材かな。
でできておりますよ。縫製はまあ綺麗じゃなかろうかと思うんですけども、でこのミキーちゃんのフェイス部分いきますと、まあ、全面ミキーちゃんのお顔なんですけども、ミッキーちゃんパンツ、そしてミッキーちゃんシューズ、ほんでミッキーちゃんグローブみたいな感じで、12時3時9時のところがね、そういうマークがね小さくついている感じの割とねシンプル系の時計でございます。分厚さはねそこまでないですね、まあ、だからでっかいフェイスが割と薄べったそうな感じでできておりますよ。ほんでよっこいしょ、このホックを外しまして、なんかだいたいこういうのついてるので、それ外してこのポッチをねグッと押すと秒針が動き出すでございます。コチコチ音なんですけども、少しコチコチは言うんですけど、どっちかっていうとそんなめちゃめちゃ音でかくない方じゃないかなと思います。で裏側はね何もなしでございますよ、キラキラで。表面もねこの縁が何もなしのねこのシルバーっていう感じなので、割とほんまシンプルにつけれる時計じゃなかろうかと思いますよ。まあ、早速つけていくわ。ベルトをこうギュッてグイッグイッてできひんよね。なんか私ね時計使ってた時もあるんですけど、今はほとんどあんまりつけないんですけど、時計使ってた時もねベルト部分がステンレスのやつをつけてたんですよ、セイコーのね、セイコー。だからこのベルトがねつけ慣れんのですが、あでもねあの素敵なあの人の白の時計あるやんか、あれはたまに使ってるよ。はい、このような感じでございます。腕が太い、手が分厚い、はい、こんな感じで、まあ私の太い腕だとほんまなんかちょうどいいかなっていうフェイスなんですけど、細い細い人からしたらもうフェイスが腕みたいな感じになっちゃうかなと思います。でベルト穴的にこの太い私の腕で3つ目なんですよ。だからめちゃめちゃ腕細い人とかやったら穴開けなあかんかもしれんね。私マジあの人の足ぐらいあるからね今腕。もうこうやって歩こうかなって感じ。なんやろう。なんかね太ってる時ってさ気づかんくない？気づけよっていう話だけど、しかも私なんかさ動画撮ってるやんか、編集してるやんか、これで気づかへんとかもうオワコンやねんけどさ。でもさ自分ではねそこまで気づ太ってんのは分かってんねんけど、こう着々と増えていってる感はねなんかあんまりねなんか気づかんようにしてるんかもしれへん脳が。やねんけどさ風呂上がりさこの間なんかまざまざとね自分の裸体をね鏡の前で見てみたのさ。もうすごいわ、もうモンスター級にでかい。人間ってこんなに大きくなれんねやみたいな。なんか私の知り合いのあまあ男の人ですけど、メンズよりね全然私の方が体重重いもんね。もう何十キロ重いんか分からんぐらいでかいもんね。やばくない？これってさ例えばさ、まあ、性別は彼が男私が女であったとしても、なんか隕石落ちてきて怪我をしたとかがあるとするやんか、その彼が私を担ぐのは無理だと思うんだよね。だけど私が彼を担ぐのはいけると思うんだよね。なんやろこの悲しい感じ。なんかさたまにさ友達にさ何キロあんのって聞かれんねんけどさ、そこだけはなんか知らんけど絶対に答えへん。なんやろかすかに残るプライドなんこれ。なんかもう悲しい。そんなところにプライドがある自分も悲しい。何の話やねんっていうことでございますけども、これちょっと時間合わすか。はい、現在の時間が4月11日12時50分でございます。この時間に合わせていく。ちょっと今喋ってる間にね30秒ぐらいずれたかもしれないですが、まあ、大体このぐらいの時間ということでね、大きな時間のずれがなければありかなといった感じでございますね。こちらに関してはまた動画後半で時間狂ってないかチェックをしていこうと思います。まあ、久々の時計でございましたけども、いかがでございましょうか。かなりね、ほんまフェイスがでかいです。思ったよりでかい。フェイス径が4センチとなってるんですけども、円のこのフェイス全体の直径でございますねが4センチあるので、まあ、4センチの直径がね、乗ってみたと腕に想定した上で、ご購入お考えいただけたらと思います。私はもうブーちゃんやから全然あり、全然ありやけど、ほんま細い人、めっちゃ細い人いるやん、ほんま。からしたら、腕の幅がもうこの時計みたいな感じになってしまうから、まあそれはそれでね別にいいと思うんだけど、でっかいフェイス好きな人いるし、ただ思ってたよりでかいってなる可能性もあるから、その辺はちょっと考慮していただきたいということと、あと穴ですね。手首の長さがね、と手首のリアルな太さがね、私16センチぐらいあるんだよね。これ多分太いでしょ、わからんけど、もっと細い人細いよね。うちのマミーとかさ、時計の全長が多分19センチぐらいの時計を使ってて、めっちゃ細かってんよ。これってさ、金具から行きますと時計の全長が25センチぐらいあるからさ、うん、全長25センチなんてちゃんと採寸も合ってますけども、この端から端までが25センチあるんですよ。だからどっちかというともうメンズウォッチぐらいデカめなんですね。でこの太い太い私の手首ですら、この細い方から3つ目なわけですよ。細い方やったら絶対に穴開けな無理やと思うねんね。ただ太い分にはまだまだ穴があるので、なのでまあ男の人が使っても大丈夫なぐらい穴は豊富には開いてるんだけども、ただ細い女の人が使うんやったらその辺ちょっと注意していただけたらなと思うところでございますね。メンズ時計やと思ってもらったらちょうどいいサイズ感。ほんであのベルトの太さもね、まあ、穴の開くところとか考えても、まあ、メンズ時計よりやと思っていただけたらと思います。ほんでは次。
はい、いろいろございますね。ステディさんでございますよ。今度は大き時計ミッキーちゃんでございます。なんかさ、前にさ、ムーミンちゃんの時計ありましたよ。あの掛け時計あったやんか。あれさ、洗面所にかけててんけどさ、なんか引っ掛けてさ、落としちゃって壊れちゃったんですよ。だからね、今回第2弾ということでね、まあリビングに置いといてもいいかなと思うんですけど、昔のアンティーク時計みたいな感じに見えなくもない。ほんで前のムーミンちゃんの分はプラスチックの板に時計ついてるだけやってやねんけど、今回に関してはこの横もね、ちゃんと黒いのついてる感じ、枠が。だからまあしっかりしてるのかなと思ったりもする。ほんで早速開けていこう。はい、よっこいしょ。こんな感じだよ。まあ電池はついてないのかなと思いますけどもね。こういうのに入っておりますけど、取りにくいねん。なんかもう、あら、割とちゃんとしてる。まあ取説もついておりまして、なんか普通のさ、ちゃんとした時計じゃない。前のほらムーミンちゃんのやつはさ、ほんまにさ、板に時計ついただけで、横から見たらほんま板やってん、ただの。でそれにね、秒針が直接ついてるみたいな、カチカチカチみたいな感じやってんやんか。やねんけど、今回に関してはさ、ほらちゃんと表面もちゃんとほらプラスチックのね、透明なやつがあって、裏側もちゃんとしてる。なんで丸っこいからコロコロするのかなと思ったんですけど、ここがね、一面ちょっと削られてるんですよ。わかります？だからここ一面だけちょっと平らになってるので、こういう感じでちゃんと置ける感じになってる。いや、ミッキーちゃんだからポップだけども、なかなかええんじゃなかろうか。やけども、電池はついてないね。ちょっと電池取ってくるわ。ほんで早速レビュー行ってみよう。はいはい、電池入れます。セット、ぐ、なんか入りにくいわ。ぐーって入れたら入りました。こんな感じ。なんかここが二度と閉まらなくなってしまった。なんかちょっとね、ここがちょっと閉まらないんでございますけども、電池入れたのでこんな感じでカチカチ動き出しておりますよ。音はね、なかなか拾えないかな。こちこち聞こえる。こんな感じなんですけど、こっちこっちっていう感じ。音はなかなかしっかりしちゃってございますよ。だけど、だからリビングに置くんとかやったら、ちょっとこっち、こっち、こっちっていうのがちょっと響く可能性があるから、まあ私はやっぱり洗面所かなと思う。誰かさ、脱衣所とかさ、なんかそういう、あとトイレとかさ、なんかそういう普段いんところに置こうかなってちょっと思いました。こっちこっち具合がなかなか大きめでございます。こんな感じの時計なんですけども、ちょっと後で時間合わせていきますね。こんな感じでいろんなミッキーちゃんがほほほほほおりますよといった感じの、割とポップだけども黒と白なのでシックめ。デザインの時計でございます。さっきも言いましたけど、縁もプラスチックなんだよね。ちゃんと裏側がついていて、でここには、まあ、壁掛けにもできますよっていう、こういう釘穴っつうかなんつうか、まあ、こういうのもついておりますよという作りでございます。これアラームもついてんだね。ちょっとアラーム鳴らしてみる。どんな音か。こんな感じ。普通にさ、置き時計で使って目覚ましでも使えるんじゃなかろうかと。これオンになってるのでお振るね。こんなにね、アラームに関してはちょっとうるさいわって今思われた方もいらっしゃるかもしれへんねんけど、ここまで激うるさいのジジジジジみたいなやつありやん言うて、もうそんなめちゃめちゃ耳障りっていう感じじゃなくて、ピピピピって割と普通の音ですね。でも枕元置いてたら十分起きれるんじゃないんと思うけど、ただこれをベッドの枕元なんかに置くとですね、こっちこっちこっちっていう音が気になって、私は寝れないタイプ。ほんでちょっと時計を合わせていきますよ。ただいま4月11日の1時5分でございますので、1時6分くらいで合わせていくか。だいたい1時6分でございますね。で時計合わせました。なのでまあ後半でね、ちょっと狂ってないかっていうのをまた見ていこうと思いますよ。はい、どうでしょう。この耳元で持ってきたらかなりこちこち言うけども、これはだからね、枕元リビングというよりはやっぱり洗面所脱衣所向きじゃないかと私的には思うよ。ただあんまりそのこちこち音気にならないであったりとか、リビングは何かしらってテレビつけてたりとか、パソコンで YouTube 見てたりとか、なんかそういうのするから、別にこちこちなっててもいいかなっていう方はリビングに置いててもいいかなと思うんですけど、あの一人暮らしな方とかでさ、あのワンルームとかやったらさ、もうその音から逃れようがないと思うねんやんか。だからこちこち音が苦手な方はちょっとうーんっていう感じではございますね。ただデザインはすごく可愛いと思うよ。シンプルで可愛らしくていいと思います。まあ、でもね、近くに置いてたらすげえこちこち言うから、こう考えたらね、なんか昔の時計とかってすごいよね。まあこちこち言う時計もあるんですけど、うちのマミーがさ、持ってた時計っていうのがさ、なんかあのアンティークの輸入の仕事みたいな一時期しとったんかな、分かれへんけど、なんかすごい古い100年ぐらい前のなんかほんまこんな感じの時計、これのここがウッドで、でね、なんかゼンマイで回すねん、グリ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 って、巻き式、巻き何なんとか式分かれへんけど、ここがパーって開くですよ。でぐるぐる回して、ほんでパッカーって閉めてみたいな感じの時計ね。なんかアンティーク好きだからって言って昔使ってましたけど、それはねこちこち言わんかったわ。なんかそうやって古いものを大事に使うみたいなのもいいし、逆にね、なんか今高い
いもの買うよりも付録とかで手軽なところで揃えていくっていうのもありやと思うし、なんか私的にはどっちの考え方もあるかなと思います。他にね、うちあれなんですよ、あの100年ぐらい前のミニピアノとかあるんですよ。うちの母ちゃんのなんか形見みたいな感じで、でっかい形見やね、ほんまね。このアンティークミニピアノ、あの売ってもね、そんなの高値がつくものではないんですが、まあでもなんかいいやん、古いものって。なんかデザインが可愛かったりさ、作りがこれ珍しかったりとかしませんか。私ちっちゃい時は弾けてたんですけど、さすがに100年経ってるのかな、100年近くは経ってると思うねんね。80年から100年ぐらいちゃうかな、製造されてから。奥さんの川崎やったっけな、ミニピアノなんですけど、その上にあのうちのマミーのこう入れをね置いてて、まあお花飾ったりとかしてるんですよ。マミーそんなん好きやったしね。その横でみーちゃんよくすって座ってますけどなんか猫が絵になるって感じ。そんな感じでね、なんか古いもの、例えばアンティークだったりとか、アンティークじゃなかったとしても古いものをずっと長く愛着持ってね使っていくっていう考え方も素敵やし、まあこういうねちょっとお手軽に気分変えれるもんで、それにしてもコチコチうるさい、まあ、そういうねお手軽なもんでちょっとお家の雰囲気を変えてみるっていうのもいいと思うし、まあ、そういう考えでなんか混在していいものかなって思いますね。ただ私はリビングでは使わん、これは脱衣所。なぜならね、音がコチコチが割と気になるから。ほんでは次、何冊目これ、 1,2,3,4,5,6,7、 今7冊目が終わったとこですな。これ8冊目か、やばくない、さっすちょっと早出すように頑張るわ、もう編集頑張るわ。美人百科さんでございますよ。頑張ったね、ジルスチャートのポーチ。先月つけるってつけられへんくなっちゃって、急遽やっと5月号につけれましたよってなんか書いてはりましたわ、インスタに。なんかコメント欄でインスタでそういう発表がありましたよって教えていただいて、でそこをね概要欄にね書かせていただいたんですけども、あ、そう、今後のね変更であったりとか、まあ皆さんにねなんか教えていただいたりとか、もうそういうことも多いんだけども、なんかそういうのをまとめて、まあ私も高島さんのサイトやなんやかんや見てまとめて、この動画概要欄に入れておりますので、そちらもまたご確認いただけたらと思うんですけどもね。そんな感じで、まあ、ずれちゃってみたいな感じですよね。あのね、今の遅れに関してはちょっとぼちぼちまだ続くかもしれないですね。なのでこれあと2冊これとバイラさんとまだありますけど、終わってから次月予告が鬼のようにまたあんねんけどね、次月予告行ってみようがあるんですけども、そちらの方であの発売日のお知らせはするんだけども、またそちらも遅れてくる可能性もあるのでね、その場合はあの概要欄であったりとか最新動画でお知らせしていきますので、またそちらもご覧いただけたらと思います。ジルスチャートのポーチ見たかったで。こんな感じかな、美人百科さん。いつも840円でねつけてくれてるんですけども、小さい、思ったより小さかった。分厚さはねまあまあといった感じなんですけど、小さいポーチやねんけどさ、ジルスチャートってついてたらとりあえず可愛く見えるのは何、ジルスチャートマジック。それはあ、でもめっちゃ頑張ってつけてくれたみたいやからね。あの先月号さ、急遽サムシングブルーのさジルスチャートのさ婚姻届に差し替えて、で5月号にこれ4月号の付録だったやつをねつけてくれたみたいなんで、めっちゃ頑張ってくれたんちゃうかなと思いますわ。言うていきなりの紙面の差し替えはきついでしょ。付録の差し替えとかほんまなんかあの、まあ、いろんな業界そうですけど、今なんかさ、前まではさあの雑誌社さんよ頑張ってるよなとか思ってて、今実際すごい頑張られてるんですよ。今なんかさ飲食店閉まってたりさ、まあ、空いててもガラガラやったりさ、でコメント欄でもあるんですけども、もう3月から収入がなくってとかいう方もね、あの自粛自粛でさ、そういう方もたくさんいらっしゃるから、まあ、それどころじゃないわと思う方もたくさんいらっしゃるよね。ほんまそうやと思う、周りもほんま大変やと思うもん。だけどさ、普通に働いてる方からしたら、例えばさ、まあ、イオンとかさそういうところで働いてたとして、そこがバーンってちょっと決まりましたよと、まあ、食料品よりはやってるけども、その上の階が全部一旦自粛で決まりましたであったりとか、あとまあデパートであったりとかね、そういうところがいきなりバーンと閉まると、まあ都心部ではそうなってますよね。だけどさ、イオンとかもそうですけど、圧倒的に女の人が働いてる率が高いんだよね。そうすると、例えばさ、私の近所の人とか知り合いさんとかで聞くのは、やっぱり子供の塾代とかが高いから、もう月何万もしちゃうと、ワンチャン7万8万しちゃうと、こういうのをそのご自分のパート代全部っ込みとかで賄ってんねんっていう方もたくさんいらっしゃるねんね。まあ今は自粛ということで、まあ塾は空いてたり空いてなかったりとかするんだけど、でもさ、塾代だけじゃなくてもさ、お子さんいらっしゃる方やったら、お子さんがお家にいたらそれだけで食費がすごいかかるであったりとか、そういう声もすごい多くあるんだよ。そうなってくるとマジできついよね。だからもうこの、まずは主婦録の会社もすごい大変やなっていう話は前もねよくしてますけど、もうそれどころではないぐらい大変な業界がまあたくさんあるので、ほんまなんか今の自粛を頑張って広めないようにしつつ、早く収束するように頑張りたいね。みんなで頑張りたいね。まあ、ちょっとごめんなさいね、雑談挟んでしまいましたけども、ジルスチャートさんだよ。ほんでは早速開けていこう。はいよ。
こいしょ。今なんかあつ森流行ってますやんか、集まれ動物の森が流行ってるやんか、なんかもうみんなやってるやん、なんかスイッチがさ売り切れらしいね、店によってはさ。やけどさ、まあ自粛ムードなんだこんだでってあるけども、なんかワンチャンね、もうゲームしとってええんちゃうかなっていう気もせんでもないよね。もう言うて私ニュースしか見てへんけどさ、でも自粛であんまり暗くなるぐらいやったらば、もうどうせ何もできひんねやったら、もうゆっくり死ぬほど寝るであったりとか、今まで読めなかった漫画を片っ端から読むであったりとか、ゲームしまくるであったりとか、もうそういう完全ニート生活に入ってしまってもまあええんじゃなかろうかっていう気もせんでもないよね。まあでも今はほんと皆さんね、先々のことを考えすぎんようにしてください。考えたら心配ばっかりが募るから。ただ例えばなんか支払えないものとかあるやんか、滞ってしまうものって、こういうのに関しては全部相談してみてください。支払い先であったりとか何かしら電話番号知ってると思うねんね。なのでそちらに相談していただけたらと思いますね。今やったらもう社会がみんなそうやんか、だからもう猶予してもらったりとか、ちょっと待ってもらったりとか、この騒動が落ち着くまでとかね、猶予してくださる先っていうのはもうむしろ多いと思うねんやんか。だからあんまり気にやまんと、まずはいろいろこう支払いとかがきついわっていう方に関してはほんま相談してみた方がほんまねいいと思います。もう税金とか保険料とかも特にそうやん。そんなもんまあもう無理やったら、とりあえずまず相談することが大事ですけども、支払い猶予はもう絶対つくでしょう。もう国に関するものに関しては支払いは猶予してもらいましょう。だからあんま考え込まんとね、見てください皆さんね。4月中ゴールデンウィーク明けぐらいまではあまり悩まず考え込まず、みんな一緒なんで、私も含めてそうですけど、周りの皆さんもね、もうほとんどの方がまあ何かしらもうでっかいやつをドーンって食らってるので、運命共同体でございます。一人じゃないのでね、あまり考え込まず一緒に過ごしましょう。ちょっとごめんなさいね、もう雑談が長いんだ私、ごめんなさい、ほんとごめんなさい。まあ、そんな感じでね、はい、自立あとだよ、中身はこんな感じ。なんかさ、もうなんか昔も言いましたけど、私がでかく見えん、ほらじわじわ巨大感、前も言ったよね、すっごい大きく見えてこへん、ほらはい、このような感じで入っておりまして、可愛いわ、なんかすごい可愛い、なんかキラキラしてる、いいよな、なんかジル・スチュアートのこのキラキラな感じ、私好きよ。なんかさ、気持ちを上げてくれるね、魔力がございますよ、ジル・スチュアートには。だからね、みんなジル・スチュアートさん大好きなんだわ。はいな、こんな感じ、あ、キラキラやわ、なんかダイヤモンドみたいにチャームついてますよ。なんかね、思ったよりね、ずっと綺麗、なんかもうちょっと安直な作りやと思ってごめんなさいね、こんな言い方したらあれやねんけど、もうちょっとねシンプルなんと思ってた。いや、シンプルはシンプルなんですよ、だけど思ったよりね、ほらテカテカするでしょ、素材感が綺麗。ほんでは早速レビュー行ってみや。はい、こんな感じのジルさんのポーチだよ。ちょっとねシワ感っぽく見えちゃうと思うんですけど、それはね光沢なんですよ。すごいね光沢がある感じのサテン生地出てきておりまして、ほんでね、何より素敵なのがですね、この柄がねシルバーのプリントで入ってね、わかります、この縁の柄が全部ねシルバープリントなのでございますよ。なのでこう動かすたびにきらめくっていう感じでございますね。まあ、それがまず美しいのと、な、光るでしょ、このプリントもちょっと光るんですよ。でプラス真ん中のジルスチャートのロゴはこんな感じ、シルバーの刺繍になってるんですよ。だからプリントでもシルバーでちょっとテカテカした感じ、ほんで素材感もシルバーでテカテカした感じ、ほんでロゴに関してもジルスチャートがキラキラキラってなってる感じのロゴなんですね。こんな感じのプラスですわ、このなんか割とちゃんときっちりテカテカしてる感じ のダイヤモンド型のねチャームもついてるという、すごいね、小さいよ、小さいけど可愛らしいポーチで、作りもねすごく綺麗でございますよ。ちゃんとロゴが刺繍で入ってるっていうのも可愛いし、チャーム自体がねこういう感じで割とキラキラしっかりした作り、裏側見たらわかるかな、すごいテカテカしてるんですよ。で裏側にはジルスチュアートのロゴが入っておりまして、なんか思ったよりちゃんとしたポーチだよ。ほんで厚みも割とあるんですよね。で裏側に関してはティッシュケースになっております。なのでね、こうやってさっきレビューしてたんですけど、こんな感じ、あ、なんか裏地が可愛いっぽいぞ。まあ、このティッシュに関しては割とほら鼻セレブであったりとか、あのデカめのティッシュとかも入りそうなサイズ感だよ、割とデカめで。中開けていきますと、このチャックに関してもこの表面のこのシルバーグレーな感じと合わせてくれている色になっております。縁も作り綺麗ですね。でパカッと開けていきますと、こういうね筒型な感じ、よいしょ、こんな感じのがついてんねんけど、ここね、ここにこんなんがついてんねんけど、これなんかあ、そういえば書いてあったな、ジルのさなんかミニリップシリーズみたいなのがあって、多分それがきっちり入るみたいなサイズ感ではなかろうかと思います。そういうのをなんかこれねポケットになってるわけじゃないんですよ、これ筒なんですね、筒型、そこにいかんように縦でこうやってここに何個か入れれるよっていう感じの筒がついておりますね。なので、まあ、お化粧ポーチとして使うのであれば、ちょっとファンデーションとか入れるのはきっついと思うんだけども、まあ、なんかちょっとしたお化粧直し品と、あと口紅をこの底のやつ取るのめんどくさいから、ここの筒型のところに縦でスポンスポンって入れといたら転がれへんよっていう感じの作りになっております。裏地はですね、なんかチュッチュッっていう感じのリップ柄の裏地がついておりますね。これ裏側さちっちゃいからちょっとひっくり返すのがしにくいんだけども、こんな感じで、ここがふわふわの
ねなんかこうクッション材が入ってるんですよ。で縁もきっちりパイピング処理がねこのようにちゃんとされているということで、いやちっちゃいよ、ちっちゃいけどすごい可愛らしい。で作りがねちゃんとしてるなと。これねほんまなんかあの画面で見たらちょっとシワ感っぽく見えてしまうのがもったいないね。全然シワ感とかはないかな、割と綺麗な感じの作りかなと思います。でこうやったらわかる、そのサテンのシルバーにプリントもシルバー、そしてこの刺繍もシルバーの糸っていう、さすがジル・スチュアートさんやなと思うね。なんか可愛らしいわ。はい、どうでしょう。もうワイはね絶対好き、このデザインは絶対好き、可愛いよな。ジル・スチュアートさんはほんまね、なんやろ外さへんよな、可愛らしい。ほんで美人百花さんに関してはなんか昔からずっと言ってますけど、なんかちっちゃくて可愛いものをつけてくれることに特化してるよね。なんかみんなさ大体大きいものに行きがちやんか、付録業界ってさ。なんか普段使えるもの大きいものっていうのももちろん魅力的や、付録でそれがゲットできんやったら魅力的やなっていうさ、もう絶妙なところをさみんな攻めてくるけども、あえて逆を言ってちっちゃくてこの成功で、ほんでブランドもしっかりしてて作りも可愛いぜっていうのをつけてくるっていうのに特化してるのが美人百花さんねやと思うので、これはなかなかほんまね可愛らしい。なんか可愛いものにこう囲まれるであったりね、なんか可愛いものを使ってみたりとか、なんかそういうのっていいよね。なんやろ気分転換ってちょっとしたことなんやなって思いますわ。シルバー可愛い、これはねなかなか気に入ったでございます。ほんでサイズ的にはさ前のアーリップトゥーナーのこれとね一緒についとったポーチでございますね。スイートさんのやつと大きさがほぼ一緒。いやまあねアーリップトゥーさんの方がちょこっとだけサイズ大きいですけど、だいたいサイズ感同じでございますね。でこっちに関してもふかふかなんですよ。ちょっとクッション性がある。これはこれでさチェリーちゃん柄で可愛いけどさ、こっちはこっちでさキレキレジルスチャートちゃんで可愛いしさ、まあ、付録よう考えられとんなって感じでございます。でもね今回のこのキラ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 ってしてる感じがなかなか上がるので、私的にはかなり好きやなと思いました。まあ、使い方はそれぞれ、かなりちっちゃいポーチなので、そういうあのお化粧品とか別に入れなくてもなんかお薬やったりとかさ目薬とかさ、なんかそういう小物を入れるのねもいいし、でもこれな可愛すぎて使うのもったいないな。私カバンの中すぐ汚すからな。ここが難点でも可愛い。ほんではラスト、もっと声枯れるかな思ったけど意外と枯れてない。大丈夫だね、ワイの声帯強め。バイラさんでございます。5月号で920円なんだけども、イエナさんのなんかバニティ型ポーチ、もうこの形は全部バニティって言っていいですか、違うのガーメントバッグっていうらしいよ。なんか中にさ巾着ついたやつよ、なんかこうごちゃごちゃって並んとしまえるよっていう感じの、まあ、ポーチだね。でっかめポーチなのか、大きさがどのくらいなんやろ。幅28センチって書いてる、ね、めっちゃでかくない。なんか前にさ、前なんやったっけ、なんかの付録にね、なんかあのでかいさ四角いさ猫ちゃん柄のやつ、マキヤさんとかそんなんやったっけ、化粧品系雑誌やったかな、昔ついてたやつを私一時期化粧ポーチにしてたことがあるんですよ。化粧ポーチってそれを外に持ち歩いてたらさ、お前どんだけ直すとこあんねんって。まあ直すとこはたくさんあるけども、持ち歩くでかさじゃないでかさやね。まあだから持ち歩きじゃなくってお家に置いとくよポーチで、一時期ここ来た時ぐらいはそれ使ってたんですよ。やねんけど、もう案の定ねファンデーション爆発とか、あとマニキュア締めんのが緩くて漏れてたりとか、なんかいろいろやって汚してしまって、それはちょっともう使えなくなっちゃったんですけど、それがねなんか幅広のねなんか同じようなポーチやってる。ただねこれ思ったのが、あの素材がこれはどんな感じか分かれへんけど、この手のやつで化粧品を入れてしまうと割とねザラザラザラってこう横に流れやすいんだよね。要は形がさ、例えばこの子みたいにさこう板入って確立されてるわけではないやん。やねんけど化粧品って割とさ、なんか細かいものからごっついものからまあいろいろあるけども、割と容量あるものも多かったりとかするのよね。そうすると安定悪いとことか多いたら、開けた時にザラザラってなったりとか、まあ巾着を締めればいいんやけど、そういうことになるので、私今回のこの子はねちょっと別のもの入れるのに使おうかなと思います。なんかさふわっとしたもの、靴下とか下着とかなんかそういうの入れるのに家のもので使おうかなって、もうすでにさ使い道を考えながら、開ける前からねもうすでに使い道を考えてるんだけどもね。じゃあでかいポーチはよくねと思って今開けてみてんけど、かなりちっちゃめだよ。え、ここに詰まってるんだろうかね、どんな感じやろう。重さはね普通、そんな激重でもないし、めちゃめちゃもうエアリー激軽でもないけど、まあどっちかっていうと軽めか。では早速開けていこう。はいよっこいしょ。さすがに覗かれてきましたけど、急殺開封だからね、声帯に対するね感がすごいんだ。あ、喉ね、さすがにねこんだけ喋り続けとったら、これ撮影何時間やろ分からへんけど、もうすごい喋り続けてるわけね。さすがに急殺だもの。なんやけど 1,2 時間経ったらねだいたい復活する。どんだけって感じやけど、足と喉ねすぐ治りますわ。中身こんな感じだ。ははは、まあ写真通りでございますね。ベージュにお花柄っていう感じなので、かなり落ち着いた感じのデザイン感。なんかさ今日久々のさ付録開封やったからさ、私的になんか納得いかへんね。
ねんけどもね、最近ニュースしか見てないからな、なかなかこうパーッとした感じ出せんかった、ごめんね。真面目な付録開封でございます。本日はちょっとさ、この前みたいにさ、お腹ギューってならんようにさ、もうお腹この前ギューギューなってねえか、ほんまあのお弁当前に撮影を済ましたので、引くぐらいお腹減ってて、で弁当ハウハウ食べ持ち雑談動画っていうのを出したんですけど、あん時のお腹の減り具合尋常じゃなかったんやか、マジで。今日はなのでね、ちゃんとご飯食べてから撮影に挑んでおるよ。はい、こんな感じなんだけど、これちょっと今広げてませんけどもね、ちょっと形を整えるか。はい、こんな感じのねポーズでございますよ。いや、まあ形しっかりしてるし可愛らしいかなと思うんですけど、ただこれ系はさ、なんか開け閉めがめんどくさくてさ、そう私思い出した、これ系のね、その猫のポーチ使ってましたわっていう時あるやんから、これ容量が大きいしちょうどええわと思ってさ、その時使ってんよ。なんやけど、この蓋をさ、グイグイグイって毎回閉めんのがさ、くっそめんどくさくてさ、でこういうのがそれもついてたわけですよ。だからここの巾着のみで使っててね。そうするとこう巾着開けてなんか使うやんか、ほんないつの間にかさペッチャーンってなってさ、ほんでなんか置いとったら中から物が転げ落ちるみたいな。要は私の扱いが悪いんやけど、なんかね、色合いはすごく可愛らしい、このベージュに黒の花柄で中もベージュっていう感じがね、すごい可愛らしいなと思いますよ。まあまあまあ、今ちょっとね、もう中もほぼほぼ紹介してしまいましたけど、とりあえず本体レビューいってみよう。何入りにしようかな、もうそればっかり考えてるわ。だってこの形さ、可愛いんよ。やねんけど、形が定まってないからペチャってなっちゃったりとかすんねんね。だからそんなにしょっちゅうしょっちゅう開けるではないけども、なんか保管はしときたいっていうものの入れとくのにちょうどいいと思うねやんか。ないんやろ、フェイスマスクとかさ、アプリとかやったら割と開け閉めしたりとかするやん。それでさ、この開け閉めとさ、あと中の巾着とかもあったらくっそめんどくさいやんか。作りとデザインは可愛いんだよな。でもな、こんな感じのね、よくある感じのナイロン素材でございます。ほんまナイロンって感じで、縁も割とねこんな感じでほらペチャーってなっちゃう感じのナイロン素材なんですけども、ナイロンってさ割とさシワ行きにくいのね。だからね、畳やともそんなに気にならんかなっていう感じで割と綺麗でございますよ。ただちょっとねボヨンボヨンしてますけどもね。黒のお花に真ん中オレンジなんですけども、このベージュにゴールド、この持ち手をちゃんとゴールドをつけてくれておるの でそれがなかなか可愛らしい。お部屋に置いててもなかなか落ち着き系で可愛らしいんじゃないかなっていう感じのデカめポーチでございます。で外側はポケットとかはないんですけども、先ほども開けましたけどもね、中を開けていきますと、チャックはねちょっと角がややこしいなと思うところもあるんですけど、まあそこまで気にならんかな。でこんな感じでパカッと開けますね。でここにポケットがついておりまして、ここのポケットはメッシュポケが2つですね。ただまあ蓋についてるポケットなので、こういう動きをした後にこうやったりとかするとポケットの中身がちょっとコロコロコロって転げてる可能性があるので、どっちかというとなんかさ、ちょっとハガキサイズぐらいのものがスポッて入る感じなので、とりあえず置いとこうみたいなさ、ポストカードとかさなんかあんまり散らからんようなものだったりとか、まあ書類系とかであったりとか、ちょっとポンで入れとくのにちょうどいいんかなっていう感じのメッシュポケットが2つついております。これ蓋部分でございますね。で本体部分がこんな感じの巾着になっておりまして、ここ全面ナイロンなんですけども、このさベージュでさ、もう全力で合わせてくる感じ、この紐もベージュなんですよ。でこの本体もベージュで、ここの外の素材感も全部ベージュじゃないですか。でこれ裏側もね、ちゃんとここがねベージュの裏地がついてるんですよ。この底部分から貼ってこう巾着が生えてる感じになってるんですけど、この縁もね全部裏地をつけてくれておりまして、全てベージュで統一みたいな感じの色合いがすごい可愛いなと思いました。でここに巾着部分をパカッと開けていきますと、パカン、底部分にはこんな感じで裏地がついてなくて真っ白なんですけども、縁はねこんな感じできっちりパイピング処理がされていて、カシャカシャいう感じの巾着なんだけども、色をねほんま全面ベージュにしてくれることによってすごい可愛らしくなってる感じのポーチだなと思います。こんな感じ。何に使う、これ何に使うのが正解なん。化粧ポーチにしたらとりあえず持つ時もこれ重みでさブヨーってなるしさ、あんまよろしくなかったんよ。だからお化粧系じゃないねんね、なんかふわふわしてるもんであったりとか、なんかそういうのがええんかなと思うんですけど、この形っていうかこの色、あちなみにねこの蓋の部分にもちゃんと裏地がついてるんですよ。もうベージュで全部統一、もメッシュもベージュやし、こっちもねちゃんとベージュのパイピング処理もされておりますので、ほんまねなんか色の統一感がすごく可愛いんだよね。なんやけどさ、ほんま使い道がわからん。なんかちょっといい案あったら教えてください。はい、このような感じのポーチでございますよ。何入れよう、ほんまに分かれへん普段そんなじゃんじゃんバリバリ使うわけではないけども、保存しておきたい何か入れっていうのがあれかなと思うんですけど、なんやろうこれ。お化粧品は私は失敗したから爆発したし、ほんでこれさ今物入ってないからこういう感じやけど、なんか重たいものをコロコロって入れちゃうとこうやって持ったらねふちゃってなったりするね。 重みでね、やっぱりふわっとした何かを入れるのがいいのかなと思ったりもしますね。まあさ、人によってはさ、例えばこういう付録開封がすごい好きで、付録割といっぱいあんねんけど、先々のポーチまで買ってしまってさ、使えへんポーチがちょっと溜まってきたわっていう人とかがポーチ保管するやつとかさ、
あとさ、なんかポケットティッシュって買うはいいけどさ、そんな急になくなるもんじゃないやんか。まあ、花粉症の人とかやったら1日1個とか使うかもしれへんけど、なんかそういうののストックバッグとか、あと今やったらさ、手作りマスクのストックバッグとか、なんかそんなにいいかもしれへんね。なんかコメ欄でさ、手作りマスク送りましょうかみたいな感じで書いてくださってありがとう。なんかお気遣いいただいて。私もね、さすがにマスクはですね、そのマスクなくなる前にたまたまセブンのさ、あれ何枚入り40枚入りぐらいかな、一箱で売ってるの知ってる、なんか普通サイズってやつ、それを一箱たまたま買ってたんですよ。それがもうね、なあいつぐらい1月かあれ2月か1月かそのぐらいだったと思うんですけど、それがもうさすがにあと数枚にはなりました。そっからもう言うて2ヶ月ぐらいは経ってるので、まあ、節約して使っちゃいたんですけど、まあそんな感じですね。ぼちぼちさ、まあね、市場に出てくれたらいいかなと思うんですけど、もうそこはもう諦めてるんで、やっぱりね、医療であったりとか介護であったりとか、全力でマスク使う人のもとにまずは行くことが一番だと思うので、まあその辺はね、政府が最低限もやってんの大丈夫、ちゃんと届いてますマスク、医療従事者の方大丈夫かな、そっちにねちゃんと回ってりゃええなと思うんですけども、だから市場に出るのはまだまだ先かなマスクはと思うので、どう考えても販売追いついてないからね。今工場建てたりとかもそこそこしてるんかな、分かれへんけど、すごいちっちゃい会社とかにもなんかそういう、まあ、スポーツ用品であったりとか水着であったりとか、そういうのを製造販売してるような会社にもマスク作れませんかみたいな感じで政府からのね、なんか連絡があるみたいだから、一応動いてるみたいだよ。ほんでプラスアルファ大きい会社にもね、一応依頼かけてなんかそういう動きはしてるみたいなんだけど、まだまださ、そのワイラの元にね、ちゃんと皆さんがねポンポンって買えるような感じになるのはもうちょっと先じゃないかなと思うので、まあ手作りマスク作られる方はいいと思うねんけど、私ね、手作りマスクっていうか簡単なマスクを今のまあもう残り数枚ですけど、ほんま5枚ないかなぐらいですけど、これがなくなったらもうしようと思ってるのが、なんかさ、ちょっとまだないねんけどさ、なんかこういう、まあ、T シャツの端切れであったりとかね、まああるやんか。で、本当はそら高機能フィルターを入れたりね、ちゃんとした方がいいと思うねんよ。やねんけど、まあ即席としてよ、作るんやったら、まあこれね、ちょっとカットしてないから分厚いまんまですけど、これをちょっとカットしてるんですか、まあこういうのがあったとするやんか。ここにゴム通して、ほんでこう畳んでさ、ほんでこうマスク、これちょっとさ、今カットしてないから分厚いけど、折り返すだけ、ゴム通して折り返すだけで、顔くっつけて、ここにゴム通すみたいな感じのマスクの作り方あるやんか。アメリカさんがよう動画にしてましたけど、あれほんま使いやすくない？なんかさ、もう切ったり貼ったりさ、きっちり作ったりとか、もう私無理やねんか。無理。なんか基本的に私自分の服とか塗ってたことあるので、裏地付きのさ、ワンピースとかさ、気狂ってた時期ね、20代ね、なんかいろいろ気狂ってたんですよ。服作るのは素敵よ。やねんけど、急にね、何を思ったかね、なんかまあまあ普通に会社員ですよ。普通の会社員の時期に、家にいる時間に物を作ることに全振りの時期があって、やからうちマネキンっていうかね、あれトルソーかあったりするんですけど、普通にワンピースとか、あと結婚式行くワンピースとかね、このなんかここシャーリングでここフリフリみたいな感じのワンピースとか普通に作ってたね。頭狂ってんねんけどさ、だからさ、その裏地付きのワンピース普通に作ろうと思ったら作れるので、作れんくはないんだよ。作れんくはないんだけども、縫えねえ、マスクは無理。もうきっちり作るとかはね、マメな人がやることなんだよね。で、僕みたいな雑多な人間はね、まあ、ゴム通して折りたたむだけでマスクっていうのが一番響いた。だからもうマスクなくなったら、こういうさ、使わん T シャツとかをさ、カットしてさ、これみたいな感じでやろうかなーって思いましたもうそれでいいよ、もうとりあえず。なんで高機能フィルターがね、やっぱあった方が安心やわっていうことは、なんかフィルターって売ってたりとかするんだって。その代わりカットしないといけないの、でっかいまんまねで売ってたりとかするから、それをカットして、その間にさ、この布とかさ、T シャツ生地とか端切れみたいな間に挟んで、クックってやって、パンってやったら、それでマスクの代わりには一応なるみたいなんで、これ完璧じゃないかもしれないよ、やけど十分じゃないもん。この際私はもうそれでいこうと割り切ってるのでね、ええかなーと思っております。なんかさ、ちゃんとした場に出る方とかやったら、それじゃちょっと心もとないって思われる方もね、きっちり縁を塗ってね、しっかりと作ったやつですよっていうのをしないといけないわと思うかもしれないねんけど、もう私レベルやったらね、別にもうパン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 でええですわ。なのでまあ残り数枚のマスクがなくなったら、それで対応していこうと思っておりますよ。はい、そうや、ラストが終わったよ。ということで、ちょっと雑談長くてごめんなさい。自月予告行ってみよう。
大人のおしゃれ手帳はですね、次月お付録、あ、ちゃんとつくっぽい。あ、かわいい、なんかかわいいぞ、大人のおしゃれ手帳。はい、大人のおしゃれ手帳6月号はですね、5月7日発売となっておりますけども、こちら5月7日発売予定なので、リンネルさんとかもまたずれましたよね。6月号の発売日ずれております。で、その辺は概要欄に入れてるんですけども、こちらも、だからワンチャンずれるんじゃないかなとちょっと予想するあたりでね、またずれるよっていうお知らせがね、入りましたら、そちら概要欄に入れさせていただきますので、そちらご覧いただけたらと思います。もう常にさ、いろんなサイトチェックしてるからさ、随時ね、何か変更がありしたら私はね、あの概要欄を更新していきますので、最新動画の概要欄をご覧いただけたらと思いますよ。で、こちら通常版と増刊版ね、どっちもつきまして、こちら通常版からいきますと、可愛らしい、なんかロベルタディカメリーのポケットいっぱい多機能ショルダーっていうのがついてくるみたい。なんかロベルタディカメリーのっぽいよね、ロベルタさんっぽいわ。なんかグレーの多機能ポシェットショルダーみたいな感じ、なんか持ったらこんな感じやねんけど、なんかさ、プリントで柄ついてるからさ、なんかちょっとおもろいなって感じなんですけど、たださ、グレーにこの白のプリントだけやったらあれやけど、ここにちゃんとゴールドのさ、なんかコーナーがついてんねやんか、金具が。それで可愛らしさが増すかなというところと、あと裏地がね、なんか可愛らしいね、こんな感じ。なんかどんな柄かようわからんけど、こんな感じね。まあ、多機能ショルダーということで、まあ、ムックによくある感じのサイズ感ではなかろうかと思うんですけど、ただデザイン感がちょっと可愛いよねっていう感じの付録でございます。まあ、この辺のね、ちょっと芝感がね、若干気になるので、どういう感じの素材感かっていうのを重点的にチェックしていこうと思いますよ。んで、こちらやね。あ、もうこれ絶対可愛いやん。物入らんけど可愛いやつやん、これ。はい、こちらがですね、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっておりまして、ロベルタ・ディ・カメリーの、アンパンゴールドの豪華本革サコッシュということで、サコッシュっていうかね、なんかパスケースみたいなのが、こう、斜め掛けできますって、みたいな感じのものなんですけど、それがここが本革やねんって。すごいね。あ、言うてね、もう合皮でええでと思うけどね。前にも言いましたけど、私カバンの中身紹介みたいな感じの動画を大昔に撮ったことがあるんですけども、1年半だか2年前だかであるんですけどね、その時にリアルファーがついたバッグっていうのをご紹介したんですよ。なんやけど、なんかその時思った。なんかね、その頃ぐらいからね、なんかリアルファーであったりとか、なんか本革であったりとか、なんかそういうのは、なんかフェイクだったりとか、エコファーであったりとか、エコレザーであったりとかさ、なんかもうそんなんでええんかなと思ってさ、それ以来ご紹介はしたんですけど、それ以来ね、なんかさ、昔の世代はさ、昔の世代、まあ、うちらの世代というかさ、昔さ、なんか袖もさ、なんかフォックスファーで、襟もフォックスやったりとか、なんとかファーやったりとか、なんか毛皮が好きな世代じゃない、なんか、まあ、それはお好みもあると思うんですけど、なんか深いこと考えんと、で割とね、ファーついたものとかね、昔は使ったこともあるんですけど、だけど今はね、もう、なんやろうな、時代の変化だろうか、いろいろものを考えるようになったのかな、なんかその本革やら、リアルファーやらは、もう、自分で買うことは一緒ないかなと思ったんですけど、まあ付録でね、まあ、本革でついてくるっていうことで、まあええんやけどね、私はね、もうエコファーでええと思うで。一つでカジュアルを格上げということで。いや、でもね、このベージュに、この色合い、この紐のさ、ちょっと凝った感じの色合い、なんか赤なんかな、赤にカーキに黒みたいな感じの紐がついてるんですけど、で、まあ、携帯と、なんでかパスポートね、こういう時なんでかパスポートがなぜか入るんですけども、それと、まあ、カート類でございますね。もうそれで、ピピッとお支払いができたりとか、電車に乗れたりとか、なんかそういうものをコンパクトにまとめれるよっていう感じのサコッシュでございます。なかなか可愛らしいんじゃなかろうか。ロベルタ・ディ・カメリーノさん、可愛いよね。なんか、クラシカルやけど、なんか大人っぽかわいいを作ってくれるっていう感じの付録ですね。大人のおしゃれ手帳はさ、もう毎回すごいね、ほんとね。今回可愛めの付録でした。インデッドだで。あー痩せたい。あー痩せたい。もうほんね、なんかもう雑誌見たらもう、あー痩せたいしか出てこんのやけど。次月予告来たインデッドさんでございます。インデッド6月号は5月14日発売となっておりまして、こちら通常版、こちら増刊版になっておりまして、ちょっとうさまるが気になるところではございますが、まずが通常版からのご紹介。ね、絶対失敗しないコスメセットっていうのがついてくるみたい。なんかね、チークブラシと、ほんで、大人に似合う色、使いやすい質感、メイクパレットっていうのがついてくるみたいでございます。ふわっとした色のチークされる方やったら、まあいいかなと思うんですけど、私割と色出したい派なんで、まあまあまあ言うてこんなもんかな。ほんま一食うた感が出るやんか。まあでもこれが薄いんかもしれへんね。テラコッタリップっていう、ちょっと茶色っぽい感じのリボンついてくるので、まあまあまあと思うんですけども。だからさ、まあアイシャドウがあって、チークがあって、で、コンシーラーがついてて、リップがついてるみたいな感じやんか。なんかコンシーラーはさ、人それぞれ合う
うやつがあるでしょ。だから最近コンシーラーつけるスタイル流行ってますけども、コンシーラーつけるよりアイシャドウの色を増やした方が良かったんじゃなかろうか、あとリップの色合いをもうちょっと万人受けにした方が良かったんじゃなかろうかと思うところもあるけどね。ごめんね、いきなりダメ出しで。なんかメイクパレット系はね、ほんま色のチョイスが難しいんだわ。ほんとで、こちらね、増刊版はねコロッと変わりまして、うさまるちゃんでございますよ。可愛くね。もううさまるはさ安定じゃない。こちらがですね、いつものセブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっておりまして、うさまるお金が貯まるバインダーケースということで、ようあるやつやで、ようあるやつですよ。こんな感じのね、バインダーでね、そのお金入れるリフィルがついていて、まあ、こんな感じでお金を管理しようっていうケースでございますけども、ただうさまるが可愛くない。これやで、これよう見て、これ開けたらさ、これ片面はこうやんか、やけど開けたらペタプンにってなってんね。この真顔がさ、もう好きでしょうがないねんやんか。うさまるは可愛いよね。これ好きな方は絶対にゲットされるんじゃなかろうかと思いますけどもね、あのディープなファンはいらっしゃるからね、なかなかいいんじゃなかろうかと思いますよ。インデッドさんはなので全くもってフローコを変えてきた感じですね。まあ、コスメ系ちょっと一回試してみたいわ。チークブラシもついてるしということで、気になる方はこちらやし、うさまる可愛いやんけーっていう方はこちらやし、こんな感じでさ、もう全然違うやつつけてきてくれて、それで選べるっていうフロークっていうのもなかなか楽しいんじゃなかろうかと思いましたよ。待って、ステディーやね、スタディーじゃなくてステディー。なんか未だにさ、私あのスタディーって間違って言っとってさ、スタディーじゃなくてステディーやでーっていつも言うてくださる皆さんありがとう。いや間違い、昔めちゃめちゃ間違っててんな。もうなんか子さんさんがさ、またココロンちゃん間違ってんでー言うてくれて、ほんまなんか嬉しいわと思いますわ。はい、こんな感じ。ステディ6月号は5月7日発売となっておりまして、あ、なるほどね、すみっこちゃんとリラックマちゃん対決でございますよ。バチバチバチ対決という感じだね。まず通常版からいきますと、すみっこ暮らしの収納ボックス3個セットということで、すみっこちゃんなかなかね、今あの人気のすみっこちゃんでございますよ。いろいろフロクムックも出だしておりますけども、まあ、収納ボックスなんかキャラグッズとかでねよく売ってたりとかするんだけど、割となお値段したりとかしますから、フロクでゲットできて、まあ大人の世代の方がお好きっていう方もいらっしゃるし、お子ちゃんがめっちゃ好きやからあげるっていう方もいらっしゃるだろうし、まあこんな感じで収納ボックスどうですかっていう感じの3つセットでございます。こういうの前もあったよね。割とだからここの縁がさ、ワイヤー入ってガチってしてるやつじゃなかろうか。まあシワ感がねどんな感じかまた見ていこうかなと思うところではございますが、増刊版でございます。はい、こちらはリラックマちゃんだよ。もうすみっこリラックマ対決よね。リラックマちゃんの保冷機能付きポシェットやって、ちょっと待って、保冷機能が付いてるポシェット、あれこれ新しい試みでございますよ。もうさ、ペットボトル入れるの手番ってことやわ。それは財布うんぬんじゃない、とりあえずペットボトルが入ることをメインに考えてるんだぜっていう感じのポシェットでございます。ただこの裏側にはメッシュポケが付いていて、こんな感じでね携帯も入れれんぜっていう感じでございますね。なるほどな、いろいろ考えてきますな。もう絶対もうこれはさ、ペットボトルを持ち歩くんだろ、あー暑い時はペットボトルだよ、あーっていう夏を見越したね感じの作りになってるポシェットでございます。まあ素材感がどんな感じかよね。上が割とワシャワシャって見えなくもないので、まあ、どんな感じかでございますね。でも夏とかに関してはさ、確かに、まあ、例えばさ斜め掛けのショルダーとか普通に持ってたりとかするやんか。でそれをダブル掛けみたいな感じでこれもう一個引っ掛けといても別にええんかもしれへんね。それはもうペットボトル専用みたいな感じでダブル持ちしてもいいのかもしれないね。まあ、そんな感じで使ってもいいし、普通に使ってもいいしという感じじゃなかろうか。中に保冷保温材が付いたバッグってなかなかね、もう今回初めて見たでございますね。こういう感じの可愛いもの対決だよ。なかなか声がやばくなってきた今日この頃でございます。声なんかひっくり返りそう。なんかそうや、美人百科さんのさ自月予告はさ後ろの方にあるからすげえ見つけやすいんだわ。可愛いな、痩せたいな。はい、こちら、はい、美人百科さんこちらでございます。なんかどうも可愛い感じがするぞこれ。美人百科6月号は5月12日発売となっておりまして、ごめんなさいね発売日バラバラで申し訳ないのだが、こちらまあね、またずれたらずれたであれやから、それはそれでまとめてねお知らせしていこうと思いますけども、こんな感じ。自月付録がですね、ラブラリーバイフェイラーで合ってる、ラブラリーバイフェイラー合ってる合ってるな、マルチソーイングセットだって。いやよくねこれ、ちゃんとさソーイングのセットだで、こんな感じのやつが入っております。これでもね、なんか昔ねあの昔話をしてよろしければですね、私あのいろいろもちろん会社員やったこともあるんですけども、なんかネットでさアパレル系販売みたいなことをしてたこともあるんですよ。でその時にね、安くて仕入れて、安くてねこういう小物って仕入れれたんだわ。ほんでなんかそういうアパレル購入された方にね、なんかおまけみたいな感じで毎回なんかいろいろリピーターの方がすごく多かったからつけてたことがあるのね。でソーイングセットっていうのも確かにあったわと思うねんけど、たださこういうソーイングセットってさコンビニで買ったら割とするのに500円くらいすんねんね。高かったりとかするから、こういうのでゲットできるのはいいんじゃなかろうかと思うんですけども、チェックポイント的にはですね、ハサミがねちゃんと切りやすいか私がそのおまけでつけようと思ったやつはハサミがね不良品が多かって、だからちょっと難しいかなと思ったりとかしたんですけど、まあ今はねその辺まあちゃんとしてるから大丈夫かなと思うんですけど、
どもね、だいぶ前の話やからね、言うて。まあなんか針とかね、待ち針とかね、なんかそんなもう糸とかもね、ついたセットみたいなので、まあ、これ一個あったらさ、いざって時、いきなり出かける前にボタン取れたわーとかいう時にさ、一切ないと困るやん、言うて。まあ、そういうのとか、あと持ち歩きとか、もう持ち歩くとか女子力高いよね。まあいろんな意味でね、良きではなかろうかと思うんですけどもね、まあ付録でゲットできるんだったらいいんじゃなかろうかと思いますよ。まあだからあの、ハサミの切れ、まあだからハサミの切れ味とかね、そういうね、鬱陶しいところもね、きっちりチェックしていこうと思うよ。あら、バイラさんさ、ディオールさんの商品がついておりましたよ。ちょっとまた使ってみようと思いますけども。ディオールなんかさ、化粧品にすごい力入れてるよね、ディオールさんはね。いろんなブランドが力は入れてますけども、まあでもね、ちょっと一回使ってみたかったからね、使ったことあるんですけど、リキッド初めてやから、また使ってみようと思いますよ。まあ、こういう何気ないこの試供品って嬉しいよね。まあな、私の場合はな、基本さ、パワー力命やからさ、なかなかね、合うの見つからないんですけどね、今使ってるの以外ね。はい、バイヤ6月号は5月12日発売となっておりまして、付録なんですけども、こちらこれね、まあまあまあ、ええわ。セルシオロッシー、リュクスナ、グラン PVC トート&ポーチセットだよ。このね、PVC トートはね、過去いろいろございました。あの、デザイン的にはかっこいいのも過去あったんですけども、この、これはなかなかね、付録にすんのは難しいと思うよ、バイラさん。どんな感じやろうか。まあ、とりあえず、このさ、透明トートにさ、こういう柄のものが、こう、ポーチを入れてるみたいな、デザインは可愛いやんか。なんか頭の中ではさ、すごく可愛くなりやねんけど、ほんまに素材感がね、ブヨブヨなやつが多いんだわ。だから、まあ、これはぜひともね、あの、動画を見ていただいてですね、その上で購入を決定していただけたら、良きではなかろうかという感じの付録ではなかろうかと思います。今までは、あの、全戦全敗でございます。この PVC トートに関しては、大体が、っていう感じで終わってる、今までは。だけど、そこを改善してきてくれてるのかな、どうなのかな、といったあたりでございますね。なかなかね、これ、手を出すとね、危ないラインでございますよ。難しいねん、その。なんかサンプルは綺麗んやけど、サンプルは綺麗と思うんやけど、大体この、なんかくちゃーとなって入ってることが多いものなんですけど、ただデザイン感は可愛いよね。だから素材がさ、いい感じになんか付録で対応できるみたいな感じのね、素材にしてくれてたらかなり可愛らしいんじゃないかなとは思うんですけど、まぁ、ちょっとね、要注目でございますね。デザイン的にはほんま嫌いじゃない。可愛いと思う。はい、ほんでは振り返り&クークンコーナー行ってみよう。長くね。もうさ、何時間経って、あ、そうやった。あの、時計がさ、合ってるかどうか問題だよね。あの、腕時計に関しても、普通の時計に関しても、携帯の時計と時間を合わせておりますので、あれから何時間経ったんだろう。私、時計全然見てないんですけど、初め時計合わせた時間、11時とか言ってなかった ?11 時台とかじゃなかったっけ?やばい、もう2時やねんけど、どんだけ喋っとんねん、やばい。よっこいしょ、時計が合ってるかどうかですよね。ただいま2時18分でございまして、ちょっと待ってね、これが、こっちがまず、あ、2時18分。分じゃね?なんか2時間ぐらいとらかしておりますけども、そんなに時間の狂いは感じないでございますね。待って、まだまだ今2時18分でございますけども、こんな感じ、2時18分だね、これはね。なんか細かい秒針がないからあれやけどさ、18分ぐらいじゃない言うて。言うてまあ1、2時間は経ってるかなと思うんですけど、まあ狂いは今のところナッシングでございます。まあ大丈夫じゃなかろうか。あとはね、まあ電池が切れてきちゃったりとかしたらちょっと狂ってきたりとかすると思うんですけど、まあ当面しばらくは大丈夫じゃなかろうかと思いますよ。でやね、最初、そうや、最初はこれか。でもさ、開かへんのやけど。とね、これ素材感が硬すぎて、素材感が硬すぎるっていうのは、ここの表面ももちろんですよ。中にね、折り込んだナイロン素材がね、これマジで言うこと聞いてくれんのよ。折りたためるやけど、わざわざ折りたたまんでええんじゃねっていう感じのバッグじゃないかなと思う。だってさ、全然、シワ感目立たへんとかの素材使ってないやん。やったらば、ワンチャン自立もするからね、こういうかっちりさバッグを作るのであれば、折りたたみ押しじゃなくても良かったんじゃなかろうかってちょっと思うところでございますよ。くん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 、なんか昔持ってたさ、リカちゃんじゃないねんけど、あのさ、手がこうなる感じのさ、あのポポちゃんみたいな感じの人形、まあポポちゃんはさ、私の時代は売ってなかったけど、なんかそういう感じの人形をくん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 ってした感じの匂いに近いかな、なんかようわからんけど、まあとりあえずこれはツルツル素材なのでね、それのちょっとナイロン臭っていう感じでございます。そんななんかね、鼻につく感じとかそこまでではないよ。少しビニール臭が匂うかなっていう程度でございますので、まあ大丈夫じゃないかな。持ってね、大人のおしゃれ手帳さんのこの花柄かわいい。これかわいい。かわいい。なんかさ、こういうパーカーでも、例えば下がさ、スカートとかやったら、これ持っても全然かわいくない。なんか割と万能なんですよね、花柄って。すんげえカジュアルにも合うし、それこそなんかワンピースよ、み
みたいな時にも合うし、私は割とカジュアルに合わせた派ですけど、まあ、でも長財布も入るしやったらええんちゃうかなと思いますけどね。可愛らしい。くんくん、うん、なんかカゴバッグ集ですね。わかった。なんか麦わら帽子みたいな、あれや、麦わら帽子、麦わらのルフィしか出てけえへんけどさ、なんかそういう感じのハットあるじゃないですか。あれをくんくんってした感じの匂いですよね、基本ここが。だけどあんま匂わんすね。そこまで匂いきつくない感じ、無に近いんではなかろうか。少し素材臭がする程度っていう感じのバッグですね。可愛らしい。この前のさ、私はアースミュージック&エコロジーさんね、これ匂うの忘れてたよね私ね。なんかコメなんで匂わんのかーいって書いてあって、ごめん。ちょっと急遽匂うわ。くんくん、いやまあふんわりビニール臭だわ、そんなきつくはないですね。もう私鼻悪いからもうなんかあんまり当てならんくて申し訳ないねんけどさ、こうしビニール臭っていう感じ、ごめんね、抜けててごめん。でもってリサ・ラーソンさんだわ、ほんましっかりしてると思う。ほう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 、こんなんさ完全なる商品じゃない。ここまで綺麗なね収納バッグみたいな初めて見たわ。すごいちゃんと作っててびっくりした。これはムックでもいいレベル。なんかさ素材感的にはそんなに高級素材っていう感じじゃないの。ここナイロンやしさ、普通のナイロンやしさ。だけどさ、こんなきっちりしてることある？今までその形を整えさ、家型に関してはさしてきたわいがさ、こんなきっちりしてることある？もう全部さこれで作って、もうこれ形式でよろしくって感じですね。はい、くんくん。あー、なんか木みたいな匂い。え、入ってる？いたって木じゃないよな、まさかな。木入ってないよな。そこまで気にならんかなって感じですね。まあほんま美しいわ。底板が入ってるっていうこの素晴らしさ。いや今後さ、この進化に期待でございます。お風呂くんはほんま綺麗から、マジ。ちょっとなんかバラバラでごめんね。次これいってもいいだろうか。この子に関しては、謎設計ね、謎設計。まあ、しっかり保冷はできるんやろうけど。くんくん。あ、なんか無だわ。無。別に何も匂わんでございますね。まあでも、思ったより、そんなに圧迫感がない大きさやったから、逆に良かったかもしんない。お弁当普通にいるサイズ感よね、これってね。なんか大きすぎと小さすぎとちょうどいいんじゃなかろうか。やし、デザインが何より可愛いわ。赤がやっぱ赤、可愛いな、なんかな。シンプルな赤いいですね。でもってこちらも何やった？何のピーナーやつでございますね。くんくん、まあベタなナイロン臭、そんなにどぎつくはないかな。ただこれはほぼ重さ的にもさ、なんやろう、すごい軽いんだよ。親指に物持ってないんちゃうかなっていうぐらい軽いんだよね。まあこれ4本バッグで大体軽いんですけども、いやタグついてるよ、タグついてるけど、これ単品で見たら完全に100均だ。 でこのね、ワイが可愛いと思っているこのペットボトルケースでございますけど、ボストンじゃね、ミニボストンじゃねっていうね、このデザイン感がやたらこっちだけ可愛いという謎設計でございますけど、くんくん、あ、こちらももう無中の無でございますね。全然匂わんでございます。これはほんま無ちゃうかな。これ絶対違う人が考えたやつくっつけたでしょ。ちゃうかな、思い込み、ワイの思い込み。あ、あとこれか、バイラさんのポーチ。もう今日バラバラでごめんね。なんかもうさ、記憶が分からへん。インデッドさんとなんかその辺がさ、なんかもうごっちゃごちゃになってなんかよう分からへんけども。これほんまさ、全ベージュ良くない？全ベージュすごいなんか大人っぽくて良くない？くんくんくん。いやね、ビニール臭がきついのかなと思いきやね、これ裏ツルツル素材で。いやでもそんな別に何も匂わないです。もう肌悪いんかな、もう。匂いすぎておかしくなってる。あと喋りすぎてなんかおかしくなってるのかな。いや、別に。ナイロン臭がするかせえへんか、うん、わかんねえっていうぐらいのもんですよ。え、でも絶対おしゃれやん。普通に可愛くない？これ。何かを保管するもので使うわ。あ、で、最後、ポーチか、ジュルスチュアートは何やらしても可愛いなぁ。なんかテカテカキラキラしててさ、いいよね。くんくん。いや、こんなもん無ですよ、無。ポーチは別にそんなに匂うもんじゃない。ポーチは匂うもんじゃない。まあ、クッション性が入っておりますけども、別にそんななんか、ややこしい素材で作ってるわけではないのでね。これほんまさ、画面上さ、ちょっとシワシワ見えちゃうのももったいないんですけど、シワ感ほんまないよ。なんかシルバーって感じ。なんかグレーじゃなくてシルバーって感じ。ほんま可愛いわ。いいなぁ。私のさ、なんか使ったらもったいないポーチコレクションが一つまた増えましたわ。汚すからね。なんかもったいなくてね、溜め込んでしまうというポーチコレクションがまた一つ増えていきますよ。はい、今日の風呂ご開封いかがだったでしょうか。皆さん本当ね、心温かいコメントと、そしてたくさんのグッドもいただきまして、本当にいつもありがとうございます。まあ、ほんまやったらね、もうちょっとねクスッとしていただける動画にしたかったんだけど、まあ私言うて頭真っ白で入るから、なーも決めんと入るからさ。でも今日はなんか相対的にクッソ真面目なレビューになっちゃったんじゃないかなと思いますね。これ申し訳ないね。もうじゃあ次からもうちょっと気合入れて頑張るわ。ちょっと、まあ、言うて頭はいつも真っ白で入るから一緒やねんけど、まだねクスッとしていただける動画作り、これからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。